ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。突然だけど、霊夢は普段キレたりする方か？頭に来てもそれが人前だったら、キレてませんってふりしちゃうかも。だよな。それが公共の電波に乗ってしまう場面となれば、余計にぐっとこらえたいところだよな。この話の流れから、今回はどんな動画を紹介してくれるのかしら？今日は霊夢に、テレビ収録中や生放送中に出演者がガチギレしてしまった放送事故を5つ教えてやるぜ。テレビで流れちゃうって自覚があってのガチギレって、よっぽどの理由があるはずよね。その人のガチギレポイントはどこだったのか、なんてことを冷静に観察しながら見るのも面白いものだぜ。なるほど、早速観察してみようじゃないの。芸風のはずが多やけど、オッケー、それじゃ一つ目いくぜ。霊夢は選挙の報道番組って見たことあるか？正直あんまり興味ないかも。最近はな、選挙の報道番組にもタレントやお笑い芸人が出演しているんだぜ。お堅いアナウンサーや専門家ばっかりの番組よりも、その方が親しみやすいものね。はじめに紹介するのが、爆笑問題の太田光さんが選挙特番で司会に初挑戦した、2021年の選挙特番で起きた放送事故だよ。難しい話じゃないわよね。話は単純だ。太田さんからの失礼な質問の連続に、政治家の二階俊博さんも堪忍袋の尾が切れたっていう話だよ。それじゃあ実際に流すぜ。はじめまして、太田です。どうも、ありがとうございます。怒ってますか？怒ってる？はあ、あの人相が悪いんですけど怒ってますか？君よりもちょっとマシだよ。あ、そうですか。二階さん、はい、いわゆる自民党の象徴みたいな存在だと思うんですけど、はい、いい意味でも悪い意味でもね、はい、自由民主党の象徴が今二階さんだと思うんですけど、この前に、いい意味だよ。いや、いい意味でも悪い意味でも二階さんがあの古い体質も含めて悪い意味がどこにあるんだよ。だから 古臭い変われない自民党という意味を含めて、はい、例えば安倍さんみたいにはっきり憲法を変えようっていうことに関して二階さんどういう気持ちでいるんですか？まあ憲法は国民皆様がね、どうしてもここを変えようということになってきた場合に、その時にしっかり対応するんであって、我々の側からは憲法変えよう憲法変えようってばっかり騒ぐ必要はない。じゃあ安倍さんのことは気に入らないってことですか？いやいや、安倍さんは立派な総理としてね、今日まで随分活躍されました、気に入ってますよ。気に入ってますか？失礼ながら気に入ってま す。あと30秒です。二階さんはところでいつまで政治家続けるつもりですか？それは選挙民の皆さんが決めることであって、君が決めることであって、いやいや俺は決めようとはしてないですよ。二階さん自身が、あ、じゃあもう死ぬまでやると。大体ね、今日は当選したばっかりでね、いつまで政治やるんですかって失礼だよ。失礼じゃないよ、それはだって当然国民の権利じゃん、そんなの聞くのは。まあ権利であるけどもう二人して画面にどんどん近づく。政治のことはわからない私でも二階さんがすごく怒っているのはわかったわ。歯に気抜きせぬ物言いが魅力の太田さんだからこそ番組にキャスティングされたんだろうけどな。視聴者からは失礼にも程があると批判が殺到してしまったらしいぜ。お笑い番組と違ってこの手の番組の視聴者には受けなかったってことね。この話には続きがあるんだぜ。え、どんな？後日、太田さんはテレビ番組サンデージャポンで元政治家の杉村太蔵さんからがっつりと公開説教を受けたんだぜ。古今東西、選挙特番の MC が大炎上したのはあなただけですよ。僕は激動通り越してます。でな、杉村さん自身も政治家時代、自由奔放な発言で話題になっていた人だけどね。早く料亭に行きたいみたいな。あったな。そんな杉村さんだけど、この時は真剣だったぜ。それを受けた太田さんが、お遍路様に出ますと反省の色を示したんだからな。ズバリ言うわよ、伝説の回。二つ目は先日亡くなられた占い師の細木和子さんのガチギレ事件なんだが、まずは細木さんのご冥福をお祈りしようぜ。細木さん、どうぞ安らかに。では紹介していくぜ。霊夢は2004年から2008年にかけて放送されていたズバリ言うわよって番組見たことあったか？細木さんが芸能人の運命を占うみたいな番組だったよね。中でも伝説の回と呼ばれているのが、
2005年に放送された芸人のレイザーラモン HG さんと細木さんが共演した回なんだぜ。HG さんがブレイクしたての頃かしら？持ちネタ、4がその年の流行語大賞トップ10に入ったくらいだから、まさに怖いものなしだったんじゃないか。細木さんの前で腰を振り振り、大股を広げたりと、終始イン・イン・ブレイな態度を取り続けたんだぜ。それで細木さんがガチギレ？とにかく映像を見てくれよ。他の方に答えてもらいなさい。なぜそんなこと言うんですか？私にはそんな力はない。あなたを鑑定するほど。待ってください、細木さん。細木さん、細木さん、見てください。気持ち悪い。気持ち悪い。うん、わかりました。僕を否定するということは、私のお父さん、そしてちょっと待ちなさい。はい。あんたを否定してんじゃない。あんたが私を否定してんだ。無礼な態度はやめなさい。無礼ではありません。これが礼儀ですから。見た。あんたが私を否定して小馬鹿にしてるから、そういうこといつまでやってんだ。じゃあちょっと腰の動きを緩めますね。いらないよ。遅くしますんで。腰振ったからって女がね、喜ぶようなくだらない女とばかり付き合ってるからだよ。初めて心が折れた。まあ折れてはいなかったですけどもね、頑張ってはいたんですけども。泣いてるの分かりますか？よし、なんかまあまたね、なんかあの違ったことで相談があったら、うん、はい、あの、お笑い番組とかで共演しようよ。それもすぐさん、あまり面識ないですけども、うん、今日飲みに行ってください。お願いします。飲みに行ってください。それだけはお願いします。いろんな番組あるからね。はい、うん、大変だと思うけども、ね、先生一生懸命やってるんで、はい、はい、人ではいるんです。はい、さあね、はい、俺たちと、はい、ハードゲートパペットマペットで飲みに行こう今日は。HG さんのハードゲイスタイル、細木さんには理解の域に至らず、不快でしかなかったようね。逆に言うと、ブレずにやりきった HG さんの肝の座り方も大したものだぜ。MC のクリームシチュー上田さんがうまくまとめたおかげで、最後には細木さんもちょっと笑顔になっていたわ。それがせめてもの救いね。お互い石を曲げなかった結果生まれた、伝説の回ってことになるな。理解不能なシングルマザー。次は、お笑いコンビ品川庄司の品川博士さんが一般人にガチギレした事件を紹介するぜ。一般人と芸人って、どういう状況？2013年秋に放送された突然芸能人が家族になったらどうなる？っていうテーマのバラエティ番組で起きたことだぜ。芸人さんが家族になるなんて、楽しそうだけど。品川さんは2泊3日で、3人の子供を育てるシングルマザーの家族になったんだが、そのシングルマザーがちょっと訳ありでな。別れた旦那に似ている長男を可愛いって思うことができない人だったんだぜ。そんな母をやっているのね。品川さんもその子のためを思って彼女を諭すんだけどな。全く聞く耳を持たない彼女の態度に耐えきれなくなっちゃったんだな。実際の映像を流すぜ。まず、一番可愛いって言わない。あんま言わんて。あんまじゃない、絶対。いきなりゼロは難しいで、さーっとうちの2とか1とか。いやもう3つ目の1個目だから、2とか1とかだんだん減っていくんですよ。いいから約束して。だって俺こんだけ掃除したんだよ、元の状態にして返すよ。今日出したゴミ全部バーってぶちまけて返すよ。だから変な言い方をすればタバコと一緒やん。ちょっとずつやね、うん、ちょっとずつ直していく。それは約束ね。それやったら約束できる、うん、それね。1個目、うん、次が気持ち悪いって言わない。なんか変わらんやんそれ。いや一緒、近い女気持ち悪いって言わない、うん、気持ち悪いだけ言わなきゃいい。気持ち悪い、気持ち悪い、ダメ、禁止。OK。 それも減らしていくな、じゃあ、うん、であとはタバコ。タバコ、タバコはここだけにし、換気扇の下だけにしよう。それは無理やな。だってタバコ吸っていいんだよ、ここでだけすればいい。無理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 、そんな無理じゃん。危ないもん、ちっちゃくて。暑かったら来ないやろ。いや危ないし、副流炎だって絶対に良くない。出た副流炎。出た副流炎じゃない。医者、医者か。いやだから真面目に聞いて、マジで。
なんで真面目になれないの？てか真面目に言ってるやん。考えろっつってんだ、子供のこと。いい加減。じゃ俺はねえ、俺真剣に考えてんだけど。だから真剣に答えてるやん。答えてないじゃん、さっきからふざけてばっかり。ふざけてないって。そう、できないって何よ。じゃあタバコをちょっと子供の横で吸わないように気をつけます。それがなんで言えないの？だからできんことをできるって言えないやろ。そんな、なんでそれぐらいのことができないの？タバコ吸うなっつってないじゃん。そこで吸えばいいんじゃん。ちょっと動いてそこで吸えばいいんだよ。なんでそれだけのことができないの？え、なんでそんなにキレられないのか分かんない。分からん、それが。そこがキレられる意味が分からん。俺ダメだ。ねえ、自分で腹が立って怒ってるだけじゃないよ。子供と自分の未来のために言ってんだよ。真剣に話してんだよ俺。真剣に答えてるやん。全然真剣に答えてないじゃん。え、なんで？嘘はつけんから、だからできるようにするって言うただけやん。それだけじゃないじゃん。なんで？何が無理なん？なんで減らすことしかできない。え、だからだんだん減らしていくって。それも言わないように減らすことしかできない。できなくないで、だからやっていくって。タバコもそれもできない。言うたやん。減らす減らすできない。それの真剣？それが真剣？真剣に答えてるね。真剣か、それが。なんで？3つだけ約束してください。3つだけ約束してください。その3つのうち2つはなるべく頑張ります、減らします、あとはできません。それが真剣か？うっさいって、子供起きるな。やめて。ちょ、お前話になるんだ。俺帰るわ。ちょ、帰る。どんなことあった？無理無理無理。いや無理す無理す無理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 だって。いや無理す、もうなくしいっす。ちょ大きい声出したのは申し訳ないと思うし、そういうできないことができないっていうのも分かったけど、やっぱりそのせっかく2日間一緒に過ごして、その子供たちとせっかく触れ合えたから、そのバイバイしないまま帰るのもやっぱり寂しいし、子供らは子供らで楽しんでるけど、遊んでもらって、いつもやらんこともやってもらって、そうだか、まあ3人が起きたら3人とまあバイバイして明日帰るんで。昨日大きな声だし。え？品川さん、かっこいいじゃないの。普段はバラエティ番組でいじられたりすることが多い品川さんだけど、ここで彼が言ってることって正論だよな。放送なくしていい？とまで言われたスタッフは大慌てしていたわね。番組のことを考えて戻ってくるところ、さすがプロの仕事だよ。最後に子供たちにきちんとバイバイしてから帰るって、筋を通した品川さんの姿にも感動したわ。息子のことは言うな。続いて紹介するのは、2008年お正月のバラエティ特番での放送事故だぜ。カットされなかったってこと？生放送だったんだよ。お笑い芸人の千原誠二さんが、息子をけなした先輩芸人に激怒して、司会者を振り切っての大暴れをしちゃったんだ。お正月早々、荒々しいシーンがお茶の間に流れちゃったのね。
実際の映像がこれだぜ。ただゆうくんならそんなことも言うんじゃないかと、はい、息子もあれ4歳やろ、はい、今がピークやもんなあれな。いや嫌なこと言うなお前。もうお前先輩やから。いや先輩関係ない。あんなもん将来何もないやろ。なんでやねんお前。だから今日この番組で頭で喋ってないねんとろお前。あるよ。あおってないやん。俺のことはあれはお前息子なんやねん。あるわけないやん。おい指を刺すな。指を指を刺すな。痛いねん痛いねん。なんでチンコやねん。もむねんチンコとマイクとかボルトあーおいやめろよ。変だ。何しとんねんお前。お前音声さんのこととか考えるねん。そらすまんかった。正義そらすまんかったか。まだ終わってええやんけ。大注目の答えや。大注目や。大注目やからみんなドキドキしてるやろ。正解いきますか。何でええやんねん。何で俺持たないのか。誰も突っ込んでへんかって。さあ正解いきましょう。正解気持ち悪いね。気持ち悪い。気持ち悪い。はい、よろしいですか。はい、正解は何やねん。さあ、はい、それではもう一回もうこんな政治は本当に正解。もうええかもマイク下ろしてええねん。あ、ほんとにスイッチをそんなことにしていい。あのショートの方で良かったかもわからへんね。あ、なるほどね、うん、ショートの方にまさかのダメ出し。次の仕事に支障が出る。ダメ口なったんや、ムーディさん。来年大変やろ。やかましい。うわあこの親子。こっち近い。正解はマイクを出して A ででした。口が悪いんすか。口が悪いやねん。口の言うことも分かった。あんな怒らなあかんでお前が。そうや。なんでやねん。ええやんけ別に俺の子は。あれは怒らなあかんやねんこれ。どんなのガサガサやねん。状況が読み込めないんだけど、誠司さんの息子のゆうくんが放つ一言を当てるってクイズが出題されていたんだが、それまでの VTR の中でゆうくんは芸人たちに散々偉そうな口を聞いていたんだぜ。そんな態度を、キムニーこと木村雄一さんが、あんなもん、将来なんもない、とこき下ろしちゃったんだからな。あんなもん呼ばわりはきついかもね。息子をけなされて親が激怒する気持ちは理解できるが、この件に関してはどっちもどっちって気がするぜ。誠司さんの、俺のことはええわ。でも息子のことは、って言葉には、親の愛を感じるわ。最後にキムニーが、あんなん、怒らなあかんでって誠司さんに忠告するんだけど、それも先輩としての愛って言えるかもしれないぜ。それもそうね。吉本芸人さんたちの愛情に溢れる人犬だったってことかしら。私だって芸能人。最後に紹介するのは、今年2021年夏に結婚したばかりの歌手、華原朋美さんがガチギレしちゃった事件だぜ。あら、まだ新婚ホヤホヤでハッピーなはずなのに。霊夢は、華原さんが2019年に男の子を出産していたのは知ってるか ?45 歳の高齢出産でニュースになっていたものね。華原さんはその息子を溺愛するあまり、毎月100万円以上を彼の洋服につぎ込んでいるらしいんだ。よくもそんなにお金が続くわね。そう思うだろ。そんな心配が引き金となって起こったのが、11月に放送されたダウンタウン DX の放送事故だ。実際の映像を流すぜ。いやでもいつか限りがあるじゃない。そうやな、うん、いやあのそしたらしょうがないからフェラーリ売るしかないですよね。フェラーリ売ってしまっても、もうその後もないじゃないですか。じゃあなんですか、私のこと芸能人だと思ってないですか。デラックスゲームやりましょうか。怖かった今。危ない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 、頼む、危ないね。ここ殴ってきたもん。トークでここ殴ってきて、そんな高いもんばっかり買ってたらお前一回酒抜いてこいもん。お前ちょっと酒抜いてこいよ。わかった。いや、わかった。おかしいよ。怖い怖い。この人おかしいっすよ。違う違う。私おかしいっすよ、だって。下がらない。お前がここやもん。お前下がれよ。やめとけ。お前がここなんだ。何だったんだよ。わかったから。間に入った彼女も地獄やもん。
冗談ですね。ごめんなさいね。ともちゃん、ものすごい迫力ね。昔の面影はどこやら。ガチギレする前から。息子のため2600万円のフェラーリを買った。だの、手持ちの大量のバーキンを売却して1000万円以上賄った。だの、仰天エピソードで共演者たちをドン引きさせていたんだぜ。バーキンって一つ100万円以上する高級バッグよね。羨ましい。そんな高級品の在庫にも限りがあるだろう。そしたらどうするんだってことで、キリン、川島さんが放った。その後ないじゃないですか。って一言が、カハラさんの逆鱗に触れてしまったんだぜ。芸能人としてのプライドってあるものね。そういえばアイムプラウドって曲、歌ってたわ。川島さんの言葉は、その後の収入見込みなしみたいな意味に取れるからな。芸能の仕事がずっと安泰って思いたいのはわかるけど、そううまくいくかしら。何かと世間をあっと言わせる才能を持つカハラさんのことだ。今後も話題を振りまきながら、芸能界を渡り歩いていくに違いないぜ。そうね。とりあえず、他人の懐具合に口出し無用ってことだけ肝に銘じておくわ。さて、5つの出演者がガチギレしちゃった放送事故を紹介してきたわけだが、どうだった霊夢？リアルタイムで見ていたら相当ハラハラしたと思うわ。周りの出演者や番組スタッフたちも身が縮む思いだっただろうな。でもこうして一つ一つ見ていくと、ガチギレしちゃった人の人間味みたいなものを感じられるわね。怒りの感情って人間らしくて、それはそれで大切なのかもしれないな。マリサ、うまいこと言うわね。ねえねえ、最近さ、ネットで動画見たりが多くて地上波見ることも減っちゃったわよね。そうだな。このご時世、テレビじゃなくてもスマホさえあればいろんな情報が見れるし、動画の方が好きな時に見られるし、テレビの出る幕ないわよね。でも、テレビにもテレビの良さがあると思うんだよな。例えば？やっぱり、いろんなドラマやアニメもあるし、バラエティだって面白いじゃないか？でも結局そういうのってネットでも配信されたりするじゃない？あとは、ニュースとか情報番組とか？ええ、それは、つまらない代表じゃない。と、思うだろ？それが違うんだよな。どういうこと？ニュースって生放送が多いだろ？そうね。だいたいライブでやってるわよね。だから、思わぬ出来事がたまに起こるんだよな。例えば、速報が入ってきたりして、十分に準備ができないままに臨むことになったりした時とかな。なるほどね。ちょっとした間違いもあるけど、中には結構面白いのもあったりするんだぜ。気になってきたわね。今回は語り継ぎたくなること間違いなしの歴史に残る放送事故を5つ紹介するぜ。放送事故って字面が、怖いわよね。事故って言うと、悪そうなイメージがやっぱりあるよな。事故って思いがけずに起きた良くないことだもんな。でも他人の不幸は蜜の味。その場で見るんじゃなくて、画面の向こうだからこその面白さがあると思うんだよな。そう言われると、なんだか興味が湧いてきたわ。楽しみね。ご期待に添えること間違いなしのやつを選んできたんだぜ。お楽しみにな。テレビに映りたいすぎる人800。霊夢は街中でテレビのロケとかに出会ったことあるか？ああ、あるある。いつもテレビで見てるお天気のお姉さんとか、街頭インタビューとかちょっとワクワクするわよね。そういうの見かけると、ちょっと映ってみたい気持ちになったり、恥ずかしいような気持ちになったりするよな。するわね。そんな気持ちの集大成、みたいなのがこちらなんだぜ。通常運行となっています。これからですね、終電にかけても大幅な遅れですとか、運休というのは特にないだろうというふうに、駅員の方おっしゃっていました。気になるのがですね、明日の始発なんですけれども、明日の始発、ロマンスカー、小田急線のロマンスカーが始発から当面の間。すっごい気になる。何あの人、すごい存在感だよな。このピンクの帽子の人寒気すら感じるわね。なんか怖い。この人実はこの中継の後2018年9月に YouTuber デビューしたんだぜ。映り込み系 YouTuber、勇敢って言って、初投稿動画は高評価が約1000件。なかなか多いんじゃない？低評価が約6万8000件。高評価と桁が違うわ。なんでこんなことになったのかしらね。さっきの台風中継のイメージもあってか、なかなか受け入れがたかったんじゃないか？それでこんな感じだったらしいんだよな。そうなのね。納得だわ。というか、そもそも、映り込み系 YouTuber ってどういうことなの？まさにこの放送事故のように映り込んで帰ってその成果を動画にアップしてるんだよな。チャンネル内には映り込み成果報告の他にも手作りアクセサリー作りとかいろんな動画があるんだぜ。なんで映り込みしてるのかしらね。やっぱり目立ちたいから？実はなぜ映り込んでるのか聞いているインタビューがあって。聞いちゃった人がいるのね。いい意味で注目されて、いい意味の伝説のキャラみたいなのを残して、やっぱりキャラ濃いめの人が最終的にキャスターでも芸能人でも残っていける人だと思うので、それを目指して映り込んでいます。らしいぜ。この映り込みって印象いいのかしら？いい意味というより、ダメだ、それ以上は。
怖さを引き立ててる。ピンクの帽子って意味があるの？もうこのピンクの帽子が異様に目に入ってきて、それについても答えてて、ピンクを見るとホッとして、落ち着いて和やかな気分になって、ハッピーになって、モチベーション、テンションが上がるので、ピンクには憧れています。らしいぞ。むしろピンクの帽子が目立ちすぎて不気味じゃないかしらね。いたずら心を抑えられなかったクマモン。次やらかしたのは、クマモンだぜ。大人気クマモンね。なんと、クマモンが県の担当者から聞き取りを受けて、厳重注意も受けたという事件なんだぜ。厳重注意？クマモンのいたずらが行われたのは2018年4月5日、テレビ熊本で放送された情報番組、栄太郎の語らんねだったんだぜ。クマモンはこの日、タレントの太田博樹さんと熊本県南阿蘇村の道の駅、阿蘇坊の豪釘野から生中継をしていて、駅の名物の、豚骨そばをリポートしたんだぜ。一体何が起きたのかしらね。見てのお楽しみだぜ。ありがとうございます。これです、栄太郎さん。豚骨そば。うわぁ、すごいな。チャーシューとかめちゃくちゃ美味しそうな、チャーシューのってますよ。おや、美味しそうなんですよ。何？あ、外ね、外。そうそう、ここですね。中ももちろんなんですが、外で食べることができるんです。子供たち待ってました。お待たせしました。釘の保育所のお友達でございますけどもね、見てください。このね、阿蘇五岳を眺めながらいただくことができるわけでございます。豚骨そばは後ほどいただきたいと思います。もう一つ紹介したのがあるんです、はいはい、これはひどいにしてもすごいプロ根性ね。かなり激しくウッドデッキに強打しただけじゃなくて、その拍子で熱々のそばが降り注いでるからな。やけどとか心配になるわよね。それでも最後には立ち上がって一言言ったんだから、すごいわね。だな。この事故は放送後しばらく経った5月30日頃にネットで動画が拡散されて話題になったんだぜ。話題になったのは放送後すぐではなかったのね。不覚にも笑ってしまったとか、いたずら好きの本領発揮とか好意的な意見もあったんだけど、本気で痛がってるし、怪我したんじゃないの？など批判も少なくなかったみたいだな。思いっきり打ちつけてるし、豚骨そばも降りかかってるし、正直心配になるわよね。担当者によるとこのいたずらは予定されていた演出とかではなく、くまモン本人のアドリブだったらしいんだぜ。くまモンとしては、椅子を引いてみたら面白いかなというちょっとした出来心だったらしいんだぜ。ちょっとの出来心でああなるとは思わなかったってわけね。まさに事故ね。そうみたいだな。ネットで話題になったのはしばらく経ってからだったけど、放送直後から熊本県に苦情は寄せられていて、くまモンもすっごく反省していたみたいなんだよな。まあ、そうよね。ちなみに、いたずらされた、太田さんは大丈夫だったのかしら。後日会った時は何か怪我をした様子もなく、怒っている感じもなかったそうだぜ。よかったわね。絶対に壊れない椅子 VS。次はオードリーの春日がやらかしちゃった放送事故だぜ。行動が奇抜だからものすごいことしてそうで怖いわね。事故は2016年2月24日のことだぜ。イケアからの視聴者プレゼント品、超ロングセラーの絶対に壊れないアームチェアボイリングの紹介をしている最中に起きたんだぜ。なんか知ってるかも、その椅子。ボイリングは座面200キロ、背もたれに30キロの負荷を想定した630万回の耐久テストをくぐり抜けたとされるイケア最強の椅子なんだぜ。それは絶対に壊れないわね。家具としては珍しい10年保証品なんだぜ。10年保証なんてすごいわね。まさに絶対に壊れないっていう自信の表れね。では、最強の椅子がどうなったのかご覧あれ。守ってください。はい、こちらを お二人にプレゼントいたします。ご希望の方は発信番号を通知して、本当に申し訳ありません。ポチッと言っちゃったんだよな。これはそうね、そうなるわよね。あんな使い方したら当たり前っちゃ当たり前だよな。イケアからの反論があって、許容範囲を超えた使い方だった。ボイリングは世界中で安全性が認められており、これまでに訴訟の報告もありません、という冷静なものだったんだぜ。
春日が訴えられたとかそんな感じじゃなかったのね。この番組で春日に課せられた使命は超ロングセラーの絶対壊れない椅子に筋肉自慢の春日さんが挑むだったんだぜ。そして意気揚々と挑んでいったわけね。そして何度も叫びながら座ったまま跳ね上がったり、さらには若林も手伝って春日の体を何回か押して、その時が来たんだよな。こんなにしても壊れませんってしたかったのかしらね。おそらくな。事故の後の三浦アナが正しく使えば壊れませんのでご安心くださいとフォローがすかさず入ったよな。この対応力さすがよね。ちなみにこの椅子破壊事件について2021年の8月25日に佐久間信之さんの YouTube チャンネルでオードリー春日をゲストに迎えていろいろお話しする中で聞いているんだよな。放送事故を起こした張本人にアタックしたのね。壊れた瞬間について、あの時のバキって音は鮮明に覚えてますよ。スローモーションのようにゆっくり倒れていってもちろん悟りますよね。視聴者プレゼントになってる、絶対に壊れない椅子を壊した。しかも生放送撮れてないわけがないとコメントしているぜ。撮り直しが効かない、それが生放送ね。怖いわね。それから現場の空気についても聞かれていて、こじるりだけがしゃがみ込んでいて笑っていたとかはフレーム外のことで、その場にいる人しかわからないことだよな。そうね、そこで笑っていられる心の強さがすごいわね。にしても世界のイケアの椅子を生放送中に壊しちゃうなんてほんと肝が冷えたでしょうね。私ならその場で凍りつくこと間違いなしだな。抑えられない面白さ。次のニュースはこの修復が失敗したフレスコ画なんだぜ。ああ、当時はこのニュースよく見たわよね。そうだな。ちなみにもともとの絵はスペインサラゴサにある教会に描かれたフレスコ画で、1910年にエリアス・ガルシア・マルティネスという人が描いたものなんだよな。書かれたのが1910年だと100年は経っているし、さすがにボロにもなるわよね。そうなんだよ。それで市の担当者もプロに修復依頼しようかと考えてたところらしいんだが、なんでか地元の信心深い80代のおばあさんが修復しちゃって、見るも無残になったということなんだよな。修復を見る影ないわよね。で、この事件を紹介するニュースなんだけれど、ちょっと見てみてくれよな。素人の修復で見る影もなくなったフレスコが修復作業が専門家に依頼されたということです。失礼しました。すごい絵でした。以上、世界のニュースダッピングでした。しょうがないわよね、笑っちゃうわよね。気持ちはよくわかるよな。笑うのを必死に我慢して読んでるって感じがよくわかるわよね。そうだな。最後に、すごい絵でしたって一言に全てが集約されてるよな。まさに、すごい絵だもの。この絵ってその後どうなったのかしらね。どうなんだろうな。ちなみにこの修復失敗なんだけど、スペインでは割とよくあって、よくあっちゃダメじゃないかしら。そう、そうなんだけどな、このキリストの他にも4件ほどあったりしていて、もし興味があったら見てみるといいかもな。後で見てみようかしらね。アナウンサーも準備が必要。最後は、どんなアナウンサーだっていつでも冷静で完璧にこなせるわけじゃないっていう放送事故だぜ。なんとなくすごい人で何でもできちゃうってイメージはもちろんあるけれども、これは2012年1月の野田改造内閣が発足するっていうところでスタジオから振られたんだけれど、いや、これ以上は見てもらうべきだな。お願いします。今日ですが、少々お待ちください。今日ですが、野田内閣が、改造を行いました。その改造なんですけれども、少々お待ちください。野田内閣が、内閣改造を行いまして、岡田副総理が誕生しました。岡田副総理が入閣しました。岡田副総理なんですが、少々お待ちください。ちょっと一回スタジオにお返ししていいですか。すいません、ちょっと準備が整ってなかったので大変失礼しました。これはスタジオからもらって頭真っ白って感じだよな。本当ね、せっかく原稿用紙が用意されている感じなんだけれど、どこを読むかっていうのがなんか見つけられていない感じよね。そうだな、ペラペラしてみて結局原稿ほぼ見ないでいってるみたいになっているよな。緊張しすぎて読めなくなっちゃったのかしらね。ニュース速報の放送事故はうまくカメラが切り替わったことが伝わらなかったり、原稿どこかわからなくなったりするのが多いんだよな。どうしても人間だものね、臨機応変にとはいえそうはいかないことも多いわよね。そこが面白かったりするんだよな。どうだ、テレビも捨てたもんじゃないだろ。そうね、こういう思わぬ事故ってなかなか面白いわね。今回紹介した事故って何年か前のものばっかりなんだよな。最近は少ないってこと？昔の放送事故でも根強く残ってる面白いやつを紹介したんだぜってこと？よりすぐりのってことね。まさに、で、よーレイム、何見てるんだ？ YouTube のライブ配信よ。他のリスナーさんと一緒に見る一体感がいいのよね。
確かに生で見るのはまた違った魅力があるよな。じゃあニコ生も見てるのか？そういえばニコ生は見たことがないわね。あれも画面にコメントが流れるから面白そうではあるけど。ああ。しかも実際に画面にコメントがリアルタイムに流れるから、放送事故が起きた時の臨場感もすごいんだ。確かに YouTube はチャット欄見ないといけないから、そういう点では臨場感ありそうね。それじゃあ今回は、ニコ生で起きた放送事故4000を紹介していくぜ。放送事故というと親バレとか配信の切り忘れとかがありそうだけど、そういうのなの？もちろんそれも放送事故といえばそうなんだが、今回はそういうのは除外してるぜ。ということは、明確に配信中に起きた事故ということなのね。ああ、配信している側からも放送事故として認識できそうなものだぜ。じゃあ完全に予測できなかったものが多そうね。最初に紹介するのは Uber Eats の配達員が起こした放送事故だ。配達員が？それってそんなに重要な情報なの？どんな仕事についてるかは関係ないんじゃないかしら。それが関係あるんだ。この放送事故は配達中に起きたものだからな。え、配達中に？じゃあこの生主さんは配達をしながら配信をしてたの？ああ、自転車に乗った状態で周りを映しながら配信をしてたんだ。そんな中で放送事故が起きたんだぜ。外で配信してたとなると色々と起こりそうね。何があったの？実際の映像を見た方が早いかもしれないな。あった、あ、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫ですか？なんかごめんなさい、すみませんでした。すみません。アクセルに、あ、やべえな。逃げたわけじゃない。でも、ざまあ見ろとか言うなや。こっちだって一生懸命いろんなことやってこういうことになるから。危なかった。逃げてないでしょ。相手がすいませんって言ったらいいですって言ったでしょうが。相手がいいですって言ったでしょうが。逃げてねえじゃんかよ。謝って向こうもいいですって立ち去ったんですよ。え、これって普通に事故じゃないの？なんでそのまま逃げてるのよ。この人は見ての通り Uber Eats の配達員で、バイクに乗って配達しながら配信してたわけなんだが、その途中で横断歩道を渡っている自転車と衝突してしまったんだ。がっつり斜めにぶつかってるわね。一応お相手の方は、大丈夫ですとは言ってるけど、これ本当に大丈夫なの？大丈夫なわけないぜ。交通事故を起こした場合、ことの代償に関わらず警察に報告しなければならないんだ。報告しなかった場合、道路交通法違反として罰金や懲役刑もあり得るぜ。やっぱりそうよね。相手の人が、大丈夫って言ってても、それだって素人判断だし、もしかしたらどこかを怪我してるかもしれないものね。ああ。だから被害に遭った側も絶対に報告しないといけない。報告しないと何かあった時に保険金請求で必要な交通事故証明書が交付されないかもしれないからな。コメントでも生主さんを非難する内容がたくさんあったわね。本人はあれこれと逆切れして言い訳してたけど、自分で配信してる以上どうせ証拠を垂れ流してるのと同じなんだから、さっさと報告すればよかったのにな。言い訳しても火に油を注ぐだけだぜ。結局この人はどうなったの？まさかそのまま逃げ切ったとか？安心してくれ霊夢。事故が起きた翌日、ツイッター上で本人から警察に届け出を出したという投稿がされたんだ。昨日、Uber Eats配達中に、自転車との接触事故を起こしました。お互い怪我なく、相手からも大丈夫と声をかけてもらったので警察の届け出をしませんでした。ライブ配信をしていたので、この時の様子がツイッターに動画として上げられていました。今朝、警察に行き、届け出しました。ご迷惑をおかけしました。何か私が偏見を持っちゃってるせいなのか、あんまり反省してる感じが伝わってこないんだけど、まあ文章のあやというやつかもしれないが、ライブ配信をしていたので、この時の様子がツイッターに動画として上げられていました。の部分が少し引っかかるよな。まるで配信されてなかったらそのまま逃げてましたって感じに見えちゃうわよね。意図的にこういう書き方をしてるのか、あるいは文章力の問題なのか、いずれにしてももうちょっと遂行した文章を書くべきだったと思うぜ。でも警察にはちゃんと報告したみたいだし、そこだけは安心かしらね。次に紹介するのは通称、ザ・エンドってね、だ。マリサ、それは文法として間違ってないかしら。正しくはジ・エンドよ。まあわかってるさ。でも実際にその生放送中にそういう発言があったんだから仕方ないぜ。いい間違いではないのね。その生放送では何があったの？まず事前知識として聞くんだが、霊夢は RTA ってなんかわかるか？
確かゲームの開始からクリアまでの実際の時間を競い合う行為のことよね。リアルタイムアタックの略だったかしら。正解だ。ゲーム内時間ではなく実際の時間を測るから、プレイヤーには相応の技術や対応力が求められるぜ。これがニコ生で起きた放送事故に関係あるの？ああ。実はある生主が、RTA をしている様子を生配信するという放送をやってたんだ。ということはミスが許されない一発勝負だったってことね。プレイされたのはスーパーファミコンで遊べる、スーパーマリオワールドだったぜ。マリオは世界的にも有名だし、配信を見てた人も多そうね。多分注目はされてたと思う。この生主は配信しながら色々と喋り、かなり余裕がある感じだった。RTA でそういったことができるのはすごいわね。私だったら黙っちゃいそうよ。そりゃそうだ。この生主はプレイしてないんだからな。うん、どういうこと？実はな、この生主は既存の、しかも他人の RTA 動画を画面上で流しながら、あたかもそれをリアルタイムでプレイしているかのようにアテレコをしてたんだ。え？じゃあこの人はただ喋ってただけってこと？そうなるな。妙に喋るから少し怪しまれてはいたみたいなんだが、疑惑が確信に変わったのはラストの画面が表示された時だったんだ。なんだろうね、やっぱりね。はい、お疲れ様です。つかね、もうね、やべえな。かなりね、もう緊張しましたね、本当に。やっぱね、やっぱりね、ミス、ちょっとね、ミスほぼゼロにしない、ほぼ 100% に近いぐらいじゃないと、やっぱ、いかないですね。ザ・エンドってね。はい、お疲れ様でしたってね。あ、気づいたか、レイム。マリオたちの下に、最後までご視聴いただきありがとうございましたって出てるわね。そうなんだ。もしこれが本当に生配信しているなら、そんな文字が出てくるのはおかしいんだ。それが表示されているということはつまり、誰かによって編集が加えられた動画だってことになる。これは言い逃れできないわね。生主もその時になって気づいたのか、それとも気づいていなかったのか、ザ・エンドってね。はい、お疲れ様でしたってねと言い残し配信を終えたぜ。最後のクリック音がなんとも哀愁を誘うわね。見てる側からすれば笑える放送事故だが、勝手に動画を使われた側からすればいい迷惑だな。この生主さんは今でも配信者を続けてるの？名前を変えてたりしたらわからないが、少なくとも同じ名義では活動してないみたいだな。まあ不正をやってたわけだし、当たり前だけどな。RTA は大会とかもあるみたいだし、真面目にやってる人たちの努力を無限にするようなことはしちゃダメよね。三つ目は、目が動く人形だ。名前からしてホラー系なのかしら。なるべく怖いのは避けてほしいんだけど。まあ一つくらいはこういうのがあってもいいだろ。この配信では生主が自分の部屋に飾っている人形などを紹介してたんだ。自分の好きなものを語っている配信ということかしらね。平和でいいじゃない。そんな中、生主は髪をツインテールにしている可愛らしい人形を紹介し始めた。アニメか何かのキャラクターなのかしら。目がクリッとしてて可愛いわね。生主は髪を触ったりして紹介してたんだが、その時に異変が起きたんだ。可愛い。ちょっと髪型もっさりしてるな。もっさりしてるけど、なんかおかしいな、やっぱり髪。なんかやっぱおかしいわ。まあ、金髪次第やな。いきなり流さないでよ。すまんすまん。まあ見ての通り、人形の目がギョロッとカメラの方に向いたわけだ。やばいわよこれ。絶対何か変なのが取り付いてるわ。落ち着けよ霊夢。実はこれ仕組まれた放送事故なんだ。え？どうも事前に撮って加工しておいた映像を生放送の映像にはめ込んで作ったものらしいんだぜ。なんだそうだったのね。それじゃあ初めから加工済みの映像が出回ってたってこと？そういうことになるな。でもこれって放送事故なのかしら。仕込みなんでしょ？一つくらいは安心できるのがあった方がいいかと思ったんだ。ただこの動画、結構有名になってしまってな。テレビでも取り上げられたみたいなんだ。たまに心霊番組とかであるわよね。ネットで有名な怖い動画を流してるやつ。ああ、どうやらこの動画、その番組で加工ではなく本物の可能性が高いと判断されてしまったみたいでな。いつの間にかネットの海を越えて広まってしまっていたようだ。それは、真相を知った上で聞くと騙されて本物として流したテレビ側が不憫になるわね。まあ、ああいうのは加工って分かってても流したりするし、そういう怖い動画を専門で作ってるところもあるし、そこは気にしなくていいと思うぜ。盛り上げるための演出みたいなものだ。テレビ側としては本物か加工かなんてどうでもいいのかもしれないわね。現にそういうのを見てる方も分かってて楽しむものなんでしょうし。
最後に紹介するのは、ニコ生主富士山滑落事故だ。これ名前は聞いたことがあるんだけど、詳しくは知らないのよね。これは2019年10月に20日に起きた放送事故でな。生主である鉄という人物が起こしたものなんだ。割と近年に起きた事故なのね。詳しく話すために、まずは動画を流すぜ。道合ってんのこれ。なんか外埋まってんだけど、雪で。よし、行こう。ここも危ないね、ちょっとね。斜面、あ、滑る。テレビで何度か見たことあるけど、怖いわねこれ。本当に一瞬で足を取られてるからな。登山の経験が浅い人だったりしたのかしら。いや、この生主は過去にも富士登山をしてたんだが、同年5月から少なくとも26回も富士登山の様子を配信してたみたいなんだぜ。26回も。じゃあ山登りが好きな人だったのかしら。山登りが好きだったのは確かみたいなんだが、どうもおかしい点があったんだ。おかしい点？事故当時、この生主が身につけていた装備品は、どう考えても富士登山には適してないものらしいんだよ。でも結構な回数登ってる人みたいだし、そういう知識も豊富なんじゃないの？霊夢、ここからは勝手な推測になるから話半分に聞いてほしい。わかったわ。もしかしたらなんだが、この人はわざと軽装で登った可能性もあるんだ。わざと？山登りの知識がある人がそんなことをする理由って何かしら？何のメリットもないと思うんだけど。実はな、この人はステージ4の癌を宣告されてたみたいなんだ。まさか、私の考えすぎかもしれない。実際治療を受けてたみたいだし、再発しないように定期検診も受けてたみたいなんだ。考えすぎよきっと。せっかく助かった命を捨てに行くわけないじゃない。そうだといいんだが、この人は最後の配信中にリスナーからの書き込みにこう答えてたらしいんだ。まあ大丈夫よ。東京にいた方が孤独だもん、俺の場合。これは、この人の本心を推し量ることなんてできないが、きっと孤独を感じてたんだと思う。今となってはもうわからないのね。ああ。結局、死に場所を求めてああいう軽装で行ったのか、それとも正常な判断力を失ってたのか、本人じゃないともうわからないことなんだろうな。鉄さんのご冥福をお祈りします。さて、以上が、ニコ生で起きた放送事故4選だったわけだが、どうだった？笑えるものから笑えないものまで様々ね。特に最後の人は亡くなってるからかなり心に来るものがあるわ。そうだな。もちろんこれ以外にもいろんな生放送中の放送事故はあるし、その中には最後のやつみたいに辛い気持ちになる内容だってあったりする。何もないのがやってる側も見てる側もいいんだけど、いつどこで何が起こるかなんて予測できないものね。ああ、特に生放送、しかもニコ生ともなると、コメントが画面に流れるから放送事故がより身近なものに感じられる。できれば遭遇したくはないけどね。とはいえ、普通に配信したり見たりする分には楽しいコンテンツだけどな。そうね。2個目に紹介された放送事故みたいなのだったら、リアルタイムで見てみたいかも。マリサなんで息止めてるのよ。顔真っ赤よ、大丈夫？はぁ、霊夢、ダメかと思ったぜ。一体何をしているのよ。今、生放送中に起きたハプニング特集を見て真似をしていたぜ。危険な真似をするんじゃないわよ。ところで霊夢は、笑っていいとも覚えているか？当たり前じゃない。タモリさん司会のお昼の人気生放送番組よ。やっぱり霊夢も知ってたか。笑っていいともは1982年から31年半も続いた超長寿番組なんだぜ。31年半も。すごいわ。しかもよく生放送で続けていたわよね。ああ、その通りだぜ。タモリさん自身も3ヶ月半で終わると思っていたそうだからな。長年やってた分、いろんな放送事故もあったんだぜ。どんな放送事故よ？笑えるようなものから怖いものまでいろいろだな。今日は霊夢に、笑っていいとも生放送に起きた放送事故を5つ教えてやるぜ。放送事故か。怖いけれどつい見たくなってしまうのよね。確かに怖いのもあるが、生放送番組だからこそ他の番組じゃ見られない放送事故が多いんだぜ。そんなこと言われたら余計に気になるじゃない。じゃあ順番に紹介していくぜ。まず最初に、霊夢には特技はあるか？もちろんよ。自慢の可愛い顔でファンを虜にすることよ。で、それと何か関係あるの？まあ、いいだろう。最初に紹介するのは、素人が特技披露中に失神だ。特技披露中に失神？一体何の特技を披露したのよ。素人コーナーで起きた事故だ。誰が早く顔が赤くなるかを競うグランプリをしていたら、参加者の一人が、一瞬で顔を真っ赤にできます、と言ったんだ。そして、クソー、と叫びながら力を入れていたらそのまま失神してしまったんだぜ。それは大事故よね。周りもびっくりしたんじゃないのかしら。まあそうだな。それじゃあ今から実際の映像を流すぜ。クソー
この人、白目を向いて失神しているけれど、大丈夫だったのかしら。やっぱり霊夢も気になるよな。中井雅宏さんやタモリさんが、倒れたふりをしただけと話したが、出演者たちは動揺が隠せない様子になってたぜ。そりゃそうよ。目の前で人がいきなり失神したらびっくりするじゃない。この人、一瞬で顔赤くしようと頑張りすぎたのかも。まあ、早く赤くしようと頑張ったのはわかるけれど失神までしちゃったからな。出演者たちは逆に真っ青になってたぜ。このコーナーに人生をかけていたのかしら。あまりにも突然のことだから見ていた視聴者もびっくりしたんじゃない?心配になる放送事故だったな。息を長く止めて顔を赤くするのは、かなり危険な行為だぜ。失神した人は、この後どうなったのよ?少ししたら起き上がったんだが本人もよく覚えてない様子だったぜ。そう、無事ならよかったわ。失神した素人さんが今どうしているかわからないけど、一体何がここまで彼を本気にしたのかしらね。次に紹介するのは子役やらせ発覚事故だ。素人の子供が自分の将来の夢を語るコーナーで起きたことだぜ。あら素人じゃなく子役だとバレちゃったのかしらね。でもバラエティ番組ならやらせはよくあることじゃないの?出演する子供も緊張しちゃうわよね。まあバラエティと言っても生放送だったからな。生放送じゃなかったらうまくごまかせたんだろうと思うけれど。それもそうね。それでなんで子役だとバレてしまったのよ。自分の将来の夢を語りに来た子供が芸能事務所から来たと自己紹介で言ってしまったんだぜ。すると先に来ていた子供も同じところから来たと暴露しちゃったんだぜ。あらあら、自分で言っちゃったのね。スタジオにいた出演者たちはどうしていたのよ。もちろんフォローに必死の状態だ。子供も芸能事務所から来た話をし続けるからごまかしが効かなくなってしまったんだぜ。大変じゃないの。子供は泣き出したりしたんじゃないの。子供がどうなったか心配してると思うが、実際の映像を見てもらった方が早いと思うぜ。お名前どうぞ。キリンプラのタダーリスです。え、キリンプラ、キリンプラって何だ。あ、キリンプロってね、うん、レッスンのこと。あ、キリンプロ、ね、ママがね、うん、ね、アリちゃんのママがね、うん、いくのママとかアリちゃんのママとかね、うん、言っちゃダメって言ってるの。なんでお前のちょっと待てよ。言っちゃダメって言ってる。ちょっと待てよ。グループで来てんのかこれ。でもそれは言っちゃダメだ。言っちゃダメだってママが言ってるのに。キリンプロさんという子役の事務所でしょ。じゃあいいの、いいの。仕込んだとスタッフが早い話、ね、あ、でもこれ仕込み、仕込みだと。いやいやいいじゃないですか。でもみんなの夢はそれぞれ、そう関係ないね。楽にじゃねえよ。吉本興業の藤井隆です。一緒だよ。いいんだよ。いいんだよ。要はそれぞれ所属事務所行ってください。明確にしていきましょう。いいですね、はい、事務所名をはっきり言って名乗りましょう。はい、ありがとうございます。キリンプロ、キリンプロなんだ。そう。アリスちゃん。アリスちゃん。あ、キリンプロ。キリンプロ。いや、キリンプロ言うな。キリンプロ、キリンプロ。キリンプロ。キリンプロ有名になりますね。キリンプロ有名になっちゃう。俺もキリンプロ買おうかな。伊勢も。好きな食べ物なんですか。違います。このものじゃない。このものじゃない。違う。キリンプロ。バカ。キリンプロ。キリンプロ。天才的ですよ。気持ち悪い。天才的な間で入ってくるもんだって。ね、最高。アインシュタインが言う通り。いいよね。アインシュタインが言う通り。アインシュタインが言う通り。お笑い、お笑いのタイミングに。あんなとこでキリンプロ出てこない。天才。だって僕たち2回言うともうウケないもんね。そう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 。だって今こっちでみんな一斉に作りよう。ね。タイミングが難しいよ。すごいね。将来なりたいものは何ですか。なんだか思ってたのよりも微笑ましく終わってよかったわ。出演者のフォローが上手で安心して見れたわよ。まあ見ていた子供の親は顔面蒼白になったと思うぜ。結果的に面白い展開になってよかったな。この放送事故をきっかけに出演していた子供も有名になったからな。出演していた子供も悪気があったようには思えないし、これはこれで面白かったからバラエティーとしては良かったんじゃないの。悪気がないとわかるからこそ面白くて笑っちゃうんだよな。藤井隆さんが吉本興業の藤井ですと子役をフォローして笑いを取りに行く姿もかっこよかったぜ。台本通り将来の夢を語るより印象に残ったし、
芸能事務所キリンプロの名前も広まって結果的には良かったんじゃないかしら。そうだよな。作られたセリフで終わるよりはよっぽどいいし、最後には笑いもあって逆に楽しめたぜ。子役の子供や親は失敗したと思って焦ったかもしれないけれど、見ている側からすれば微笑ましい放送事故だったわ。次は出演者が、笑っていいともでのコーナーがきっかけで逮捕されてしまった放送事故だぜ。え、逮捕されちゃったの？放送中に何をしちゃったのよ。お笑いコンビ浅草キッドの水道橋博士がテレフォンショッキングに出演した時に起きた放送事故だぜ。水道橋博士といえばたけし軍団の一員よね。ああ、そうだぜ。テレフォンショッキングって人気コーナーだったわよね。そこで披露したことが逮捕になるってどういう意味？水道橋博士はお笑いのネタにしようと、運転免許証を紛失したと嘘の申告を3回もして免許証を新たに取得していたんだぜ。なんで3回も？3回紛失して新たに免許を再取得するだけで笑いが取れると思ったの？まあ、それには理由があるんだな。水道橋博士は面白い鉄板ネタを作ろうと、免許を新たに更新するたびにアフロ姿やギブスをつけた重症患者になったり、ハゲ親父など変装して写真を撮ったんだぜ。なるほどね。受け狙いでやったわけね。当時、たけし軍団の中では、仮装が流行っていて、仮装した状態でも免許証の写真を撮れるのか疑問に思って結婚したらしいぜ。そういう理由だったのね。確かに気になるわね。水道橋博士は仮装した状態で写真を3回撮った運転免許証を、テレフォンショッキング初出演の時に自慢げに見せたんだぜ。なるほど。水道橋博士はこれが違法とは知らずにやってしまったのね。視聴者に通報されてしまったの？それが、警察がテレフォンショッキングを見てたんだ。あ、警察も、いいともを見てる人はいるわよね。放送中は会場も大爆笑で、水道橋博士もまさか後日逮捕されるだなんて思ってもいなかっただろうな。逮捕されたと思うとゾッとするわね。でもどんな写真を公開したのかが気になるわ。問題になった運転免許証を見てもらえば会場が爆笑になったのもわかると思うぜ。確かに面白いわね。よく凝った仮装で写真を撮れたわね。でも、この放送がきっかけで警察が来たのよね。ああ、後日、水道橋博士の家に警察がガサ入れに来てそのまま連行されたみたいだぜ。この不祥事がきっかけで水道橋博士は、全レギュラー番組降板、CM 打ち切り、無期限の芸能活動休止、さらに連帯責任で相方の玉袋さんも芸能活動も休止だぜ。ひえー、大変な損害になってしまったのね。免許更新日まで待って撮影していれば特に問題はなかったんだぜ。浅草キッドはその後どうなったのかしら？師匠のビートたけしさんに救ってもらったおかげで数年後、見事復帰を果たしたぞ。それは良かったわね。しかし、師匠のたけしさんが独立した年に水道橋博士は体調を崩して再び休養しているんだ。そうなの、心配ね。早く元気になってもらいたいわ。次に紹介するのはスタジオアルタ直通の電話番号が生放送中に流れてしまった放送事故だぜ。あら、どうして電話番号が全国に流れてしまったのか気になるわ。これはテレフォンショッキングのゲストに来ていたミミハギワラさんが翌日のゲスト宮尾進さんを紹介したことがきっかけで起きた放送事故なんだぜ。あら、どうして宮尾進さんが番組の電話番号を言ってしまったの？それは違うな。宮尾進さんは新幹線に乗車中だったんだ。乗車中ならスマホに電話をかけたのかしら？この放送事故が起きたのは昭和58年のことだぜ。それじゃあ携帯電話がない時代じゃないの。どうやって新幹線に電話をかけたのよ。気づいたか？当時は列車電話にかけて待機しているオペレーターに話したい人へ繋げてもらうシステムだったんだ。すごいわね。もしかして電話に出たオペレーターが電話番号を言ってしまったのかしら？その通りだ。電話に出た女性オペレーターがスタジオのマイクが入っている時に、電話番号を復唱してそれが放送されてしまったんだぜ。それは大変ね。いたずら電話がたくさんかかってきそう。本当に大変なことになったんだぜ。まあ見るといい。ミユさん急いでますか？はい。ミユ町の931です。あ、もしもし。はい、あの新幹線ではそちらでよろしいですか？はい、そうです。あ、光のね、524号。はい。これあの、宮尾進さんって方が乗ってますんで。はい。で私はですね、宮尾さんどちらの方ですか？あの、例えば、会社名とか、あの、男のとか会社名とか、論争党の方がいらっしゃると、あの、ほら、テレビよく出た、宮尾進所って言ったあの方です。芸能人の方です。はい、あなたの電話番号は？私、タモリと申します。はい、タモリと申します。今、笑っていいともやっておりまして、ちょっとテレフォンショッキングでかけなきゃいけないので、そうですか、時間がなくて。じゃあ、お電話番号教えていただけます？はい、はい、お電話番
何分か分かりませんか、すぐお呼びしますけれど、ちょっとはっきり分かりませんので、あ、はい、今本番中なのでなるべく急いで、はい、分かりました、3号令の1位です。タモリさん番号がわからないようにマイクの音を消して、口の動きもわからないようにテーブルの下にまで潜っていたのに、オペレーターが復唱しちゃったのね。ああ、タモリさんの努力も虚しく流れてしまったんだな。でも最後の一桁は悲鳴で書き消されたのに、どうして番号がわかったのよ。その通り、確かに最後の一桁はわからなかったんだが、いろんな番号で試したやつがいるんだ。それでいたずら電話がたくさんかかってきたんだぜ。タモリさんも焦っただろうね。そうだな。しかも電話番号が近かったお店にも大量のいたずら電話がかかってきたそうだ。それってすごく迷惑な話よね。間違っていたずら電話をかけられたお店はびっくりしたんじゃない？そうなんだ。この放送事故がきっかけで電報電話局からフジテレビは苦情の電話を入れられたんだぜ。あら、大変だったわね。でもタモリさんはあの場面でもキレて笑いを誘ってすごいわね。確かにな。普通だったら慌てて冷静に笑いを取るなんてできないぜ。ところで肝心の宮尾進さんとは電話で繋がったの？それがな、 CM が明けても繋がらなくて、別の日替わりコーナーを放送した後にようやく繋がったらしい。よかったわ、宮尾進さんと繋がって。もしこれで繋がっていなかったらどうなっていたのかしら。まさかこんな事態になっているとは宮尾進さんも思っていなかっただろうな。こんな放送事故は現在では見られないわね。最後に紹介するのはテレフォンショッキング直前に起きた放送事故だぜ。え？直前ってどういうことなの？一体何が起きたの？タモリさんが一人で椅子に座って話している時に乱入してきた素人が隣に座ってきたんだぜ。それすごく怖いじゃないの。タモリさんも驚いていたんじゃないの？タモリさんは素人が横に座っても冷静に、喋りたいのか？と聞いたんだぜ。乱入者も怖いけれど、ずっと冷静でいられるタモリさんも逆に怖いわね。確かにそうだな。見ていた観客の方が怖がって悲鳴を上げていたからな。動揺するのが当たり前よ。何か事件が起きそうだと思うじゃない？怖がるのは無理ないぜ。緊迫した様子は実際に見てもらった方が伝わると思う。よくもそれだけ明るくもんだと思いますけど。実ん？喋ったことある？あれ？ん？何喋るの？怖すぎる。乱入してきた男性は何の目的で入ってきたのよ。どうやら、芥川賞の選考結果について視聴者に意見を述べるために乱入したそうだぜ。この時代は誰でもスタジオに入れたのかしら？そうみたいだな。この乱入事件がきっかけで警備が厳しくなったようだぜ。思ってた以上に怖い放送事故ね。観客も、やだーとか言ってるじゃない。乱入者が去った後タモリさんは、珍しい事故もあるもんだ。生番組って面白いなぁ、と言ったそうだぜ。タモリさんの度胸はすごいわね。ちなみにタモリさんは乱入者を最初は音声の人だと思ってたそうだぜ。そうなのね。とにかく何事もなくてよかったわ。なんだかトラウマになってしまいそうな放送事故よね。さて、笑っていいとも生放送中に起きた放送事故を紹介してきたわけだが、霊夢どうだった？微笑ましいものもあったけれど、生放送ならではの怖い放送事故が多かったわ。今回紹介したのは、ほんの一部でまだまだいろんな放送事故がいっぱいあるんだぜ。この状態で31年間生放送をやり続けたのは改めてすごいと思ったわ。そうだな。今では見られない放送事故が多かったからな。ネット映像で見るのも面白かったけれど、生で見てた人はもっとヒヤヒヤしていたはずよね。ああ、最後に紹介した素人乱入事件は特に印象に残っている人が多いだろうな。思い出すと怖いけれど気になって何回も見てしまいそうだわ。それじゃあ今回はここまでだ。いいね、チャンネル登録をしてくれると喜ぶぜ。ここまで見てくれてありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前買い物に出かけたら、まだ新人っぽい社会人が上司にまじ切れされているのを目撃したの。怒るのは仕方ないにしても、他にも大勢の人がいる場所で怒鳴るってどう思う？自分に対してじゃないにしても、聞いていて気分は良くないよな。せっかくの外出も楽しくなくなるだろ？そうなのよ。場所はわきまえてほしいわ。その上司をかばうわけじゃないが、何年社会人を経験しても、上司も人間だからな。褒められた行為じゃないとわかっていても、感情を抑えられなかったのかもな。まだまだ人間ができていないわね。どうかな。
人間本当に怒ると周りのことなんて気にしていられなくなるもんだぜ。例えばテレビに出ている芸能人だって、収録中や生放送にもかかわらず、ブチギレた姿をあらわにしてしまうこともあるんだ。え？カメラの前で？大勢の目に触れるってわかっているでしょ？よし、じゃあ今回はテレビでブチギレ放送事故7000を紹介しよう。楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、サマーズゲリラッパで起きた乱闘騒ぎによる放送事故だ。2002年から2008年まで月曜の深夜に放送されていた番組で、サマーズの大竹さんと三村さんが毎回ゲリラライブのように突然街中に現れ、その日の共演者と一緒に様々なバラエティ企画を遂行するというものだぜ。ゲリラライブなんて面白そうね。何の規制もされていない繁華街でのロケがほとんどで、芸能人がいると聞きつけた大勢の見物人が現れ、パニックになるのが定番だったぜ。中でも一番騒ぎになりやすかったのが自転車企画で、今回紹介する放送事故もその自転車企画で起こったものなんだ。そもそも自転車企画って何？自転車企画というのは、サマーズさんがその日の共演者や番組スタッフと共に、自転車で街中を走るという企画だな。なるほど。街中に芸能人が現れたら、そりゃ一目見たくて人が集まるに決まってるわよね。そして事件が起こったのは、2003年12月23日の生放送スペシャル回、深夜の繁華街を自転車で駆け抜ける企画を決行したんだ。しかし、自転車で走っている、サマーズさんに対してギャラリーが殺到。取り囲まれて身動きが取れない状態にまでなったんだ。自転車芸能人対囲む一般人ってこと？嫌な予感がするわ。そんな中、若者数人が三村さんの乗っていた自転車にタックルで襲いかかり、三村さんの自転車は派手に転倒。その後、同行スタッフも含めてその場は乱闘状態にまで発展し、テレビ画面には、画像が大変乱れております。しばらく、そのままでお待ちください。という画像が貼られたんだ。放送事故の処理の仕方が生放送特有ね。その後、出演者はなんとかロケバスにたどり着くことができ、後日、番組は混乱を起こしたことについて謝罪したんだ。ただその謝罪は乱闘騒ぎに触れるものではなく、ロケバスによる車の渋滞を招いたことだけを謝罪していたんだぜ。さすがに芸能人が一般人に襲われて、出演者もやり返したなんて認められなかったのかな？まあ、番組側がどの程度まで想定して自転車企画を決行したのかわからないが、この放送事故を見た視聴者からは、三村のドロップキックが綺麗だ、とか、マジで野球より乱闘騒ぎになってる、という声が上がったんだ。これは生放送の放送事故として伝説になりそうね。普段テレビで見ている人に会えるのは嬉しいけれど、他人に迷惑をかけない程度に楽しみたいわ。続いて紹介するのは、大竹誠さんのブチギレだ。きつい言い方をすることが多い、怖そうな人ってイメージがあるけど、誰かにものすごい暴言でも浴びせたのかしら？暴言なんてものじゃないぜ。大竹さんがブチギレした相手は山瀬まみさんだ。知ってるわ、元祖バラエティアイドルってやつね。1988年にタモリのいたずら大全集という番組で二人は共演した。暴れん坊のキャラクターで売っていた大竹さんが、当時18歳の山瀬さんに、お前失恋したんだってな、と絡み始めたんだ。デリカシーのない絡み方ね。しかも山瀬さんには事前に恋愛話 NG の指示が出ていたんだ。知ってか知らずか、それを無視した形になった大竹さんに山瀬さんは激高し、大竹さんの頭を叩き、手で持っていた木の板で尻を叩き、そのままローキックを繰り出した。これは大竹さんのブチギレ話って言っていなかったかしら？その通りだぜ。今度は大竹さんが山瀬さんを押し倒し、引きずり回した挙句、ショートパンツを剥ぎ取ったんだ。暴言どころか手が出ているじゃない。ついに山瀬さんは泣き出す始末だ。それで終わればよかったんだが、この話にはまだ続きがあるんだぜ。え？さらに追い打ちをかけるようなことがあるっていうの？ああ。山瀬さんは泣かされたままではいなかった。取っ組み合いの中で、大竹さんが自分のつけていたピンマイクを壊したことに気づいて、マイク壊してんじゃねえよ、かと口で反撃したんだ。するとそれを聞いた大竹さんはブチギレた。壊すってのはこういうのを言うんだよと言って、見せつけるように番組のセットを次々と破壊したんだ。もう惨状じゃない、大の大人がやることとは思えないわ。大竹さんのキレっぷりは凄まじく、近くの観客も怯えていたみたいだ。それ以来、大竹さんは20年もの間、日本テレビを出入り禁止になって、山瀬さんも大竹さんを共演 NG にしているぜ。そりゃそうよ、もうトラウマでしょ。私だったら絶対に会いたくないわ。大竹さんも当時は、悪役として振る舞いその場を盛り上げるヒール役として、爪痕を残そうと必死だったらしいな。時を経て、大竹さんが山瀬さんに謝罪することで和解しているぜ。よく許したわね。仲直りしたのはいいけど、されたことは忘れられないだろうね。言葉を間違えたらまたキレられそうで、私ならその後も神経使っちゃいそうだわ。
和解したとしても、馬が合わない人とは距離を置くのが一番だな。続いて紹介するのは、ガッツ石松さんのブチギレだ。元プロボクシングの世界チャンピオンじゃない。そんな物理的に力がある人のブチギレなんてめちゃくちゃ怖いわ。相手は誰だったの？キレられたのは、お笑い芸人の陣内智則さんだ。ガッツ石松さんは、ちょっと抜けてて温厚なイメージがあるけど、そんな人がキレるなんて一体何があったの？あるクイズ番組で二人が共演した際、同じチームになったんだ。MC のルール説明を一切聞かず、話しかけてきたガッツ石松さんに、当時駆け出しだった陣内さんはチャンスだと思って、やかましいな、とガッツ石松さんの頭を叩きながらツッコミを入れたんだぜ。普通なら笑いが起きるところよね。しかしそうはならなかった。次の瞬間、元とはいえ、世界王者プロボクサーの幻の右が飛んできたんだ。いきなり拳を使うのはまずいでしょ。年齢を重ねていても元世界チャンピオンなのよ。その一撃では済まされず、さらに肘打ち、キックまで食らわせたぜ。ボコボコじゃないの。そしてガッツ石松さんは冗談にも程があるだろと怒鳴り、本番中にもかかわらず、いや、知らねえ。頭きた、と言い残して帰ってしまったんだ。もちろん、そのまま収録はストップだ。ツッコミとはいえ、頭を叩かれたことに相当イラッときたのね。収録にまで支障が出たとなると、陣内さんも責任感じたんじゃないかしら？身体的にも精神的にも大ダメージね。陣内さんも当時はまだ駆け出しで、なんとか爪痕を残そうと必死だったんだ。ガッツ石松さんから拳を食らわされたおかげで、周囲に大きなインパクトを残すことができたと、陣内さんは語っているぜ。転んでもただでは起きないなんて陣内さんもなかなかタフね。陣内さんとガッツ石松さんの今の仲はどうなの？その後陣内さんが謝罪して、仲良くなっているみたいだな。それじゃあ次は、ピカルの定理という番組で起きた放送事故を紹介するぜ。2010年頃に放送されていたバラエティ番組よね？ああ、ピカルの定理は、お笑い芸人の、ピースさんや平成のぶしこぶしさん、渡辺直美さんなどが出演していたんだ。2010年から2013年まで毎週水曜日の深夜からフジテレビ系列で放送された人気バラエティ番組だ。ある架空の狩猟の場で、まだピカってない芸人が、ピカるべく狩猟するっていう設定でトークやコントを行うんだったっけ。そうだ。企画にはテブラーシカのパロディーであるテブラーシカだったり、渡辺直美さんが学園のアイドルを演じる白鳥未来物語が人気だったりしたな。私、平成のぶしこぶしの吉村隆さんが出ていた、ビバリトルイってコントも好きだったわ。まさにその平成のぶしこぶしの吉村さんが、ブチギレて放送事故になったんだぜ。え？全然知らなかったわ。バラエティ番組でブチギレるってどんな企画内容だったの？企画内容は、ピカルの定理が大嫌いなクレイマーと直接対決というものだった。その中で吉村さんのことが大嫌いなファンが、普通のことをただでかい声で言っているだけ、などと痛烈な批判をするんだぜ。大嫌いなのにファンって言っていいのかしら？それにしても、これは芸人さんからしたらかなり辛いし腹が立つでしょうね。その人は面と向かって吉村さんを批判しているの？いや顔を隠して、ついたてがある状態だ。なるほど。顔は隠れているのね。そして吉村さんのことが大嫌いなファンからの攻撃は止まらないんだ。声のデカさと勢いで面白い風に仕上げているだけ、などと話を続けると、吉村さんは、え？声張れや。聞こえねえからと。バラエティ番組では見られない口調で怒りをあらわにするんだぜ。もう完全にスイッチが入っちゃってるわ。そして1分ほど険悪な空気で会話が繰り返されると、ファンは、お前最近売れてるとか勘違いしているみたいだけど、ピースのおこぼれで仕事増えてるだけだからな、という平成のぶしこぶしとしてのプライドを傷つけてしまう言葉を口にしたんだ。いくら企画にしても遠慮のかけらもない一般人ね。お互いに冷静でいられたのかしら？いや。そして吉村さんはついにブチギレてしまい、ついたてから出ているファンの足を思いっきり踏みつけるんだ。そこで番組ではゴングが鳴り、直接対決は終了。その後、相方である平成のぶしこぶしの徳井さんが、手を出したら負けだろ、と言って、後ろから吉村さんをチョークスリーパーで固めた。おかげで一応その場は笑いになって終わったんだ。相方のブチギレを収めつつ、笑いに変えられるってさすがね。この、ピカルの定理での吉村さんのブチギレに対して、視聴者からは、自分のお笑いに関して本気で怒れる吉村さんはすごく素敵という声や、得意が強すぎるという声が上がっていたぜ。平成のぶしこぶしの二人のお笑いに対する気持ちが垣間見えた気がするわ。それに吉村さんは得意さんが相方で本当に良かったわね。続いて紹介するのは、島田紳助さんのブチギレだ。島田紳助さんは怖いってイメージ強いわ。実は島田紳助さんのブチギレ事件は数多く存在するんだが、中でも特に有名なのは、2009年のオールスター感謝祭という番組で起こった東京ゼロさん恫喝事件だ。確かその番組って、以前は紳助さんが司会を務めていたわよね。
そうだな。この年、東京03はキングオブコントで優勝を果たし、テレビ出演が絶えない状態だった。東京03のコントは折り紙付きだもん、人気が出るのは当然よね。そんな東京03が、オールスター感謝祭の中で、しんすけさんにブチギレされてしまうんだ。事件は番組の最中、シルク・ド・ソレイユが演目を披露していた時に起きた。しんすけさんは、東京03の元へ走り寄って胸ぐらをつかみ、お前ら舐めてんのか、潰してやる、と危害を加えようとしたんだ。本番中に何やってるのよ、他の人たちの出番を潰すようなものじゃない。周りは止めなかったの？その後、しんすけさんは何事もなかったかのように番組を進行したが、東京03は顔面蒼白でほとんど言葉を発しなかった。CM 中もしんすけさんからずっと圧力をかけられていたらしいぜ。しんすけさんという影響力のある人から、そんな仕打ちを受けて、東京03も頭真っ白だったでしょうね。なぜしんすけさんはそんなにブチギレたの？それは、しんすけさんのところへ東京03の3人が楽屋挨拶に行かなかったからだ。それだけ？そうだぜ。確かに挨拶は大事だけど、そこまで切れることかしら？まあ、しんすけさんとしても、東京03のことをよく知らないから、本番前にどういう芸人か知って、本番でうまく絡みたかったんだろうな。それにしんすけさんが所属していた吉本興業は、上下関係にとても厳しいんだ。それでもやりすぎだと思うわ。でも東京03もなぜ挨拶に行かなかったの？初共演だったらなおさら挨拶しそうなものだけど、オールスター感謝祭は出演者数が多く、当時しんすけさんの楽屋には、演者がたくさん集まって列をなしていた。まだ知られていない自分たちまで挨拶に行くのは、しんすけさんの負担になると逆に気を使って、挨拶は遠慮したらしいんだ。お互い行き違いがあったのね。そうだな。その後の打ち上げで両者は和解しているぜ。だがこの騒動は大きな話題となり、未だに東京03はこの事件のことでいじられることも少なくないんだ。生放送中のブチギレだものね。なかなか見られるものじゃないわ。次に紹介するのは、剣道小林さんのブチギレだ。ケンコバさんね、笑った顔が優しそうだし、穏やかな人ってイメージだけど、テレビでブチギレたことがあるなんて意外だわ。一体誰にキレたのかしら？その相手はバイキングの小峠英二さんだ。ツッコミの名手じゃない、そもそもケンコバさんが誰かに怒るなんて想像しづらいけど、小峠さんが怒られる側なのも珍しいわね。事件が起きたのは、以前 TBS で放送されていた、バラエティ番組アリタチルドレンだ。番組の中でタレントの矢口真理さんがフリップ芸を披露していた際、小峠さんがツッコミを入れて進行を遮ったんだ。するとケンコバさんは、お前今何やってるかって言ったら、番組潰してんのよ、と声を上げたんだぜ。あれれ？ツッコミのタイミング間違えたってことかしら？さらに、お前がヤグッちゃんの立場だったらどうや？そんな入ってこられて、と話は続くぜ。なんだか本気で怒っている感じがするわ。そして少しの沈黙の後、わきまえろよ、と声を荒らげたんだ。ひぃ、公開説教じゃないの、これに対して小峠さんはどうしたの？顔面を硬直させながら、すみません、と謝罪するのみだぜ。そうなっちゃうわよね。だけどケンコバさんも収録中のスタジオを凍りつかせるのはまずいんじゃ。それに、結局小峠さんとケンコバさんの二人で矢口さんの出番を潰していることにならない？ただこれは、ケンコバさんが小峠さんを追い込むことで、笑いを生み出そうとしていた可能性もあるんだ。なるほど。それが変な感じになっちゃったわけね。後日放送された未公開映像では、小峠さんは耳元を指しながら、未だにこの辺で、わきまえろ、っていうのがリフレインしていますよ、と苦笑いしていたぜ。本気であれ冗談であれ、ケンコバさんの言葉は、小峠さんの心に強く刻まれたみたいね。最後に紹介するのは、爆笑、大日本阿寒警察で起きたブチギレ事件だ。どんな番組か知ってるか？ダウンタウンさんが警察の格好をしている番組よね。そうそう。2011年から2013年まで、毎週日曜日の20時から放送されていた。刑事の格好をした芸人が、様々なあかんことを紹介するというバラエティ番組だ。そしてダウンタウンの松本人志さん率いる審査員が、あかんかあかんくないかをジャッジするというものだぜ。出演者はかなり豪華だったのに、約2年で番組が終わってしまったのよね。それでどんな放送事故があったの？まずブチギレたのは、ダウンタウンの浜田雅俊さんだ。昔、浜田さんが笑っていいともという番組で、大先輩であるタモリさんの頭を全力で叩いたことがあるというところから話が始まるんだぜ。浜ちゃん無茶苦茶しているわね。ツッコミとはいえ、あのタモリさんを叩ける人がいるなんて。その場にいた千原ジュニアさんが、例えば、逆に言うと今の若手が浜田さんを全力で叩いても良いっていうことですよね。浜田さんがそうやってきたんだから、それをお手本として浜田さんを叩いても良いってことですよね。と言ったんだ。まあ自分が大先輩を叩いたら、後輩に同じことをされてもいいって思われても仕方ないわね。
そこで、ひな壇に座っていたピースの綾部さんが呼ばれるんだ。ちなみに呼ばれた時の彼はかなり困惑していたぜ。え？ジュニアさんが自分で叩くんじゃないの？急に呼ばれた綾部さんが戸惑うのも無理ないわ。大先輩で、しかもトップクラスに怖い浜ちゃんを全力で叩かなきゃいけなくなるなんて。そこから、綾部さんが全力で突っ込めるタイミングを探すための会話が始まるんだ。なんで浜田さんはタモリさんを叩いたんですか？という質問に対して、浜田さんが、いやタモリさんがわけのわからんことを言っていたから、などと話し、会話が進むんだぜ。浜ちゃんを全力で叩けるタイミングを探す会話って、緊張感がとんでもないわね。私だったら泣き出してしまいそうだわ。そしてついに、あるタイミングで浜田さんがボケて、綾部さんが持っていたメガホンで帽子の上から、強めに浜田さんを叩いて突っ込むんだ。当然、恐怖のあまり会場からは、悲鳴が聞こえていたそうだぜ。しかし、まだここでは浜田さんはブチギレなかった。ブチギレてはないにしろ、叩かれたことでイライラは最高潮に達しているでしょうね。すると、ダウンタウンの松本さんがツッコミを遠慮していたことを指摘して、なんか軽いな。浜田はもっと言ってたよと話すんだ。そしてなんと、浜田さんが帽子を取った状態でもう一度頭を叩くことになるんだぜ。一回でも怖いのに、帽子を取ってもう一度なんて恐怖で震えるわ。そして二回目、綾部さんはそんなことしちゃダメだろという言葉とともに、一回目よりも強く浜田さんの頭をメガホンで叩くんだ。ついにブチ切れたの？ああ。まず、浜田さんが持っていたツッコミ棒で綾部さんに左右から一発ずつ入れた。そして、ツッコミ棒の先についていたアカン警察の、マスコットキャラクターアカンポくんが衝撃で吹っ飛ぶほど、綾部さんをボッコボコに叩きまくったんだ。やばすぎるわ。その後も綾部さんを引き倒したり、着ていたジャケットを破きにかかったりして、スタジオにいた出演者が止めに入るほどブチギレたんだ。もちろん会場からはさっきよりも大きな悲鳴が上がったんだぜ。ブチギレた浜ちゃん、怖すぎるわね。綾部さんのジャケットは背中部分がざっくりと引き裂かれていたぜ。絶対トラウマになるわ。ジャケットだけじゃなくて、綾部さんの心もズタズタになったでしょうね。まあ過去にナインティナインの岡村さんが、正月番組で浜田さんと共演をした時、きついツッコミを受けて、それがトラウマとなって、再び共演を果たすまでに、14年かかったこともあるからな。綾部さんも浜ちゃんが怖くてニューヨークへと飛び立ったのかな。ネットでは、勝手に大役を任されて、言われた通りにしたらボコボコにされる綾部さんめちゃくちゃかわいそうや。ダウンタウン浜田さんの本気を垣間見た、という声が上がっていたな。今のダウンタウンさんはだいぶ丸くなってるのね。以上、テレビでブチギレ放送事故7000を紹介したぜ。こんなにあると思わなかったわ。普段起こるようなイメージがない人もいたし、キレられた人たちは生きた心地がしなかったでしょうね。失礼かもしれないが、視聴者からすると楽しめるんだよな。ブチギレの放送後はいつもネットが湧くぜ。みんななんだかんだ言って、他人の不幸は蜜の味なのよね。怖すぎて目を覆いたくなる反面、こんな放送事故をもっと見てみたいという気持ちもあるわ。他にもいろんな有名人のブチギレを紹介しているから、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。こんな放送事故やブチギレエピソードを見てみたいってリクエストもお待ちしているぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサちょっと聞いてよ。どうしたんだ？私が冷蔵庫に大切に取っていたプリン、誰かが勝手に食べちゃったの。ちゃんと名前まで書いていたのに。思い出すだけで腹が立つわ。そうなんだ。それは災難だったな。そうなの、イライラするわ。普段はこんなに怒らないけど、食べ物のこととなったら別よ。食べたやつを見つけたら許さないんだから。あれ？マリサ、口に何かついてるような。どっち？喫気のせいじゃないかな？自分より怒ってる人を見たら、怒りも収まるっていうし、今日は生放送でブチギレた芸能人7人について解説するぜ。何か怪しい気がするけど、でも確かに、編集できない生放送でブチギレちゃったなんて気になるなぁ。それなら解説よろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一人目は、坂上忍だ。MC を務めていた、フジテレビ系列のバイキングモアの中でブチギレたんだぜ。坂上忍といえば、普段からきつい口調のイメージがある芸能人よね。でもまさか、お昼の情報番組の中でもブチギレるなんて。2021年の6月に、元週刊文春の記者で、現在はジャーナリストとして活動している中村雄太郎とのやりとりの中で起きたんだ。元文春の記者ということはもしかして、文春関連のニュースかしら？そうだぜ。この日、中村が出演したのは週刊文春と、当時の平井デジタル改革担当大臣との間に起きた出来事に対してコメントするためだったんだ。
当時のデジタル庁は、東京オリンピックで顔認証のアプリを導入しようとしていたのよね。平井元デジタル大臣は、発注していた顔認証システムの出来上がり直前に予算を減額したり、特定の企業に対して、今後死んでも発注しないなど、過激な発言をしたりしたんだ。そうなのね。確かにそれは問題になりそう。もちろんその後、平井元大臣は記者会見も行っているんだ。しかし、それでも文春が続報を出したことに関して、やりすぎではないかと問題になっていたんだな。坂上忍も文春のやり方に納得していなかったんだ。週刊文春は、文春法という言葉があるほど書いた記事の影響力が大きくて有名よね。しつこく取り上げることもあるから、芸能人は文春のことを嫌っている人は多いみたい。坂上忍としてもそれに対する批判が強かったのね。そして、元文春の記者、中村はもちろん文春側に立つよな。中村が坂上さんの一方的な決めつけは勘弁してほしいなと言ったんだ。その発言を聞いた途端、坂上忍は、ちょっと待て、決めつけって何よ。笑い事じゃないよ。とブチギレしたんだ。自分の番組で、相手はあくまでもゲストなのに。まして生放送でブチギレちゃうのはすごいわね。坂上はその後も、これが何の決めつけになるんですか？言葉間違ってもらったら困りますよと、中村が話そうとするたび、まくし立てていたんだ。圧倒された中村が、そうですね。と坂上の発言を受け入れてもその怒りは収まるどころか、いや、自分の意見を言ってくれればいいんですよと、興奮気味に言い返していたそうだぜ。ゲストの中村が気を使って、MC が興奮状態って普通じゃありえない光景ね。中村が落ち着いて対応しているから、坂上が一方的に攻め立てているように見えるわ。だよな。実際にリアルタイムで視聴していた人たちからも、なんでこんなにブチギレてるの？今日のバイキング放送事故レベルというコメントが多く、放送後に炎上していたんだ。視聴者も終わることのない一方的な議論に、呆れていたに違いないわ。お昼の穏やかなひと時に、飛んだ修羅場よね。中村がかわいそうになってきたわ。そうだな。結局、中村が坂上をなだめる形でこの議論は終わったが、頭に血が昇ると周りが見えなくなる、典型的なタイプだよな。ゲストや生放送であることまで忘れてしまうのは、司会者失格ね。バイキングモアは坂上忍が、動物の保護活動に専念するために番組終了したと言われているけど、実際はこういった坂上忍の炎上も大きかったのかもね。二人目は宮沢隆之准教授だ。宮沢准教授は京都大学のウイルス研究を含む、三つの准教授を兼任しているくらいすごい人なんだ。京大の准教授というだけでも十分すごいのに、三つもだなんて、きっと頭もいいんでしょうね。ウイルス研究をしていることから、コロナ関連の書籍をいくつも出版しているんだぜ。そのこともあって、コロナがまだ流行りかけの時、アベマの生放送にコメンテーターとして出演したんだ。コロナが流行ったばかりの時は、みんなどうしたらいいかわからなかったから、専門家の意見を求めたのね。もしかして、その番組でブチギレたの？そうだぜ。宮沢准教授と、2チャンネルの創設者のひろゆきとのリモート討論が行われた時のことだな。GoPro政策をテーマにしたもので、宮沢さんは賛成派、ひろゆきは反対派だ。ひろゆきといえば、ひょうひょうとしながらも、冷静に相手を言いまかし、論破王と呼ばれているわよね。でも今回は専門家だし、宮沢准教授が強そうだけれど、実はそうでもなかったんだぜ。ひろゆきは感染を広げないために GoPro は控えるべきと主張しており、それに対して宮沢准教授は、GoPro で増えているわけではなく、あくまでも気候の問題だと強く主張したんだ。研究もしている専門分野について、自分の意見を否定されるといい気はしなさそうだものね。感染者がいないところで感染が出た場合は？という、ひろゆきの問いに対して、それは持ち込みによるものだと宮沢准教授は答えた。すると、すかさずひろゆきは、じゃあ持ち込みは GoPro で発生すると答えたんだ。さすが論破王。相手の上げ足取りもうまいのね。宮沢准教授は、痛いところをつかれたんじゃないかしら。その通り、この時宮沢准教授はひろゆきの発言にかぶせて、何やら話していたそうだぜ。それに気づいた周りの人たちは、落ち着いていきましょうとなだめていたんだ。でも、その声が途切れた瞬間に、ちょっと聞けよお前と宮沢准教授の怒号が聞こえてきたんだよな。あらら、ヒートアップして、生放送であることを忘れているのね。宮沢准教授はかなり興奮していて、
ひろゆきが何か話すとそれに被せて、身振り手振りで発言している状態だったんだ。それに対してひろゆきは、いつもの淡々とした話し方で、相反する二人の姿が印象的だったな。リモートで参加しているから止められないし、司会者を含む共演者もヒヤヒヤしていたでしょうね。そうだな。司会者も宮沢准教授を落ち着かせてから、もう一度話を振ったそうだ。しかし、宮沢准教授はすぐに発言できないほどの興奮状態だったんだぜ。話せなくなるほどなんて相当だわ。でもなんとか落ち着いたから、この後は無事に進められたのね。まさか、まだまだあるぜ。一旦落ち着いたと思われていたけど、さすがのひろゆきだよな。見事に宮沢准教授を煽っていたぜ。例えば宮沢准教授が GoTo の誓約書について、旅行に行く人はちゃんと誓約書にサインしていると話したんだ。すると、ひろゆきは、サインしても風俗に行く人はいる。だからサインしてるから大丈夫とは言えないと反撃したんだ。2回目のバトル勃発ね。一度激怒した後だから、ひろゆきの煽りにまんまと乗ってしまいそうな予感だわ。スタジオの人たちとの温度差がすごそう。スタジオの人たちも、これには苦笑いだったな。二人が同時に話すから何を言ってるか聞き取れないし、相当カオスだったぜ。一旦、落ち着こうとスタジオが呼びかけても、宮沢准教授には届かず、あのさ、お前さ、GoTo で救われている命もあるんだぞとブチギレ一歩手前だな。それはもうブチギレているでしょ。ここまで怒っていたら、さすがのひろゆきも何も言わないわよね。そこで言い返すのがひろゆきだな。満面の笑みを浮かべながら、GoTo で失われている命もありますよねと言ったんだ。ひええ、もうこれって絶対わかってやってるわね。三度目のブチギレが来るんじゃない？ひろゆきはその後すぐ、見解の相違なんで難しいところですよね。とフォローは入れていたがな。まあ案の定、宮沢准教授は顔を真っ赤にして、もう帰るわと大激怒だぜ。宮沢准教授も、もう限界だったのね。にしてももう帰るって小学生みたいね。ひろゆきの思うつぼな気もするわ。ひろゆきも、これには大爆笑。カメラも慌ててスタジオに切り替わったんだが、後ろからオラー、おいと宮沢准教授の怒号が聞こえる始末。番組側の焦りが伝わってくるわね。なんだか私までハラハラしてきた。その後また、スタジオから宮沢准教授に画面が切り替わったんだが、もう一度家帰るわと発言していたぜ。本当に帰るわけではなかったようだがな。この時、ちょうど別のニュースが入り、しばらく時間が空いたことが良かったのか、宮沢准教授は落ち着いた様子を取り戻していたぜ。宮沢准教授が本当に帰ってしまわなくてよかったわ。生放送だから、そこはなんとか耐えたのね。その後もまた、ひろゆきに根拠は？と詰められる姿もあったが、ないです。じゃあ3週間後に会いましょう。と開き直ったような発言をしていたな。それにはスタジオも大爆笑だったぜ。三度激怒したから、さすがにもうひろゆきを言いまかそうとするのは諦めたのね。放送事故に近い気もするけど、相手がひろゆきだったのと、最後は笑って終わったことが救いね。三人目は加藤浩二だ。MC を務める日本テレビ系列の、スッキリの中での出来事だぜ。今度は朝の情報番組ね。確かに加藤浩二も、はっきりと物を言うイメージが強い芸人よね。どんなブチギレ方をしたのかしら。2021年4月12日放送の、ニュースタイムラインというコーナーでのことだぜ。番組も終盤に差し掛かった時、女性アナウンサーが地震についてのニュースを読み上げた。その後 VTR に切り替わり、専門家が地震についての見解を話すという流れのはずだったんだ。地震についてのニュースだと、スタジオもシリアスな雰囲気になっていたでしょうね。しかし、VTR に切り替わり専門家が話している時、急に何をやってんだいという加藤浩二の怒号が入ったんだ。VTR 中に、スタジオでの声が入ってしまったってことね。視聴者の人たちは解説の VTR を見ていたわけだから、急に怒号が聞こえてびっくりしたんじゃない？そうだな。ニュースの内容がシリアスなだけに、相当驚いたと思うぜ。実際、その日の視聴者からは、響き渡る加藤の怒号、どしたん？加藤さんの怒鳴り声がオンエアされてしまった、と怒鳴り声に対してのコメントがたくさん上がっていたな。映像として見えていない分、何が起きたのか心配よね。何をそんなに怒っていたのかしら。ネット上では、女性アナウンサーに対して怒っていたんじゃないかと言われているぜ。ニュースを読んでいたアナウンサーがその怒号の後、しばらく他のアナウンサーと変わっていたらしいぞ。女性アナは4月から番組の担当になったばかりだったから、何か不備があったのかもしれないな。
いくらトラブルがあっても、まだ新人だし、まして生放送なのにね。スッキリも結局放送が終了しているし、もしかしたら加藤の放送事故や炎上も、放送終了の理由の一つだったのかもな。4人目は、ジャニーズ WEST の中間淳太だ。ジャニーズ WEST は7人組のアイドルグループよね。中間淳太といえば、温厚なイメージが強いけれど、そんな彼がマジギレなんて想像できないわ。中間淳太は、日本テレビ系列のヒルナンデスで、木曜日レギュラーとして出演していたんだ。番組のゲーム中にブチギレたことが話題になったんだぜ。その時のゲームの内容は、ボールを蹴り、出演者の名前の入ったピンを倒すというもの。倒れた人は高千穂牛のビーフシチューが食べられるんだ。高千穂牛といえば、日本一の賞を受賞したこともあるくらい有名な宮崎県の牛肉よね。それは負けられないわ。さすが霊夢。食べ物のこととなると目の色が変わるな。もちろん出演者たちも本気で勝負していたんだぜ。MC のなんちゃんこと、南原清隆のボールを転がすサポートで、仲間も参加していたんだ。シチューが食べられるかがかかっているもの。力が入るわね。しかし、南原は連続で失敗してしまうんだ。生放送だからどうしようもないんだけどな。仕方なく、あと2回チャンスをもらうも、仲間もパスをミスしてしまったそうだぜ。結局一本もピンが倒れることなく終わったんだ。あららら、仲間も成功しなきゃという思いが強すぎて、緊張したのかしら。確かに誰も食べられないとなると、番組としても盛り上がらないものね。そうだな。失敗したことに苛立った仲間は、なんで俺にやらすのよ、これを。できるわけないだろ、ボケがとどなったんだ。ええ？悔しいのはわかるけど、かなりの表現ね。普段はニコニコしているけれど、こっちが素顔だったりして。視聴者からも驚きの声があり、ネット上では放送事故というワードで溢れていたみたいだな。まあ、一部からは、仲間くんが放送事故くらいキレてて、むちゃくちゃ可愛かった。なんて声もあったがな。ファンの方かしら？優しい彼の意外な一面に、逆にときめいていたということね。それにしても、そんなにシチューが食べたかったのかしら？食べ物の恨みはやっぱり恐ろしいわ。5人目は、元村弁護士だ。弁護士として、テレビでコメントしている姿もよく見かけるよな。そうね。弁護士として専門的なコメントに加え、熱く語るような姿も多いから、確かに切れやすそうなイメージがあるわ。今回は ABC テレビの情報番組での出来事だ。番組内でお笑い芸人の香港と、議論をした際に熱くなりすぎて暴走したんだな。いくら議論でも熱くなりすぎず、生放送であることを思い出してほしいわね。テーマは、成人年齢引き下げについて、元村弁護士は、若者を守る防波堤を失った。と、成人年齢引き下げについて強く非難していたんだ。それに対して香港は、みんな慣れてくる。こういうこと言う大人が成熟してないと思う。と言い返したそうだぜ。完全に対立していたのね。でも確かに、どちらの意見も一理あるわ。案の定、お互い譲ることはなく、議論も白熱していったぜ。元村弁護士は続けて、ゲームでの課金を例に、子供にはお金がもったいないという感覚がない。18はまだ子供、と話したんだ。すると、今度は香港が、あんた日本の子供を舐めすぎやで。じゃあ何歳から感覚があるの？と言い返したんだぜ。もうそればっかりは個人差よね。少し論点がずれている気もするけれど、元村弁護士としては、自分の発言に対して突っ込まれたことにイラッとしたでしょうね。そうだな。その後もしばらく、金銭感覚の有無で討論していたんだ。そして堪忍袋の尾が切れた元村弁護士は大声で、分かってないやんか、分かってないからこんなことが起きてるんじゃねえかよ。と取り乱し、そのまま CM に切り替わったんだ。我慢の限界だったのかしら。弁護士さんって、そんなに感情をあらわにするイメージではなかったけれど、元村弁護士は麻薬のようね。スタッフもこれ以上は放送できないと思ったんじゃないかしら。CM を挟んだことが良かったのか、香港も元村弁護士も少し落ち着いたようだな。MC の東野浩二はニヤッと笑い、スタジオはまだわーわー言うとりますが、生放送でお伝えします。と言ったんだ。これを聞いた二人もさすがに反省したのか、苦笑いしていたぜ。東野浩二のいじりのおかげで、最後は少し笑いも入り、番組としても放送事故で終わらなかったことが不幸中の幸いだったわね。6人目はお笑い芸人の永野だぜ。2018年10月に放送された、日本テレビ系列のポンで、激怒した姿をお茶の間に発信してしまったんだ。
ポンもお昼の情報番組よね。視聴者はお昼に穏やかな番組を見たいだけなのに、なんでそんなに気性が荒い人ばかりなのかしら。ことの発端は、俳優でもあり、番組の水曜お天気お兄さんの、松本大使とのやりとりだな。長野は松本にブチギレて、生放送にもかかわらず本気のビンタをするんだ。ええ？まさか手まで出しちゃうなんて。一体何にそんなに怒ったの？松本は当時、舞台クローズゼロで、主演を務めることが決まっていたんだ。原作は高橋博士の人気漫画クローズで、不良漫画の代表作とも言われているな。その舞台の練習風景が特集され、VTR が終わった後松本は、ボンの時と違って、役者の時には真剣になるとコメントしたんだ。あらら、悪気はないかもしれないけれど、ボンの出演者から、いつも本気じゃないの？って思われそうね。ああ、長野もこの発言に対して、ボンなめんな。マジで、と言ったんだぜ。すると松本は、舞台の役柄のように反抗的な様子を見せ、長野の方を軽く叩いたんだ。舞台の宣伝も兼ねていたのかもしれないけれど、これは絶対逆効果よね。長野も叩かれたことでスイッチが入ったかのように、松本に本気でビンタし返したんだ。その様子に驚いた共演者が慌てて止めに入るも、またビンタをしたんだぜ。スタジオもさすがにピリついていたな。俳優さんに対してというのもあるけれど、さすがに手を出すのはやりすぎよ。目の前で見ていた共演者も驚いたでしょうけど、何よりも視聴者が怖かったんじゃない？視聴者もドン引きしていたな。暴力的な内容だったこともあり、これを面白いと思っているのか？という疑問の声から不快や不愉快という言葉も多く上がっていて、これはかなり炎上していたな。そりゃそうよね。非難されて当然よ。そう思うだろ？でも実は、この番組には裏があったんだ。なんとこれは全て放送作家が考えたネタで、長野も台本通りに動いていたんだぜ。ええ？そんなことあるの？ということは、ブチギレているように見せていただけってこと？本心も少しは入っていたかもしれないが、あくまでも台本に書いてあったことで、おそらく打ち合わせなどもあったはずだぜ。じゃあ、炎上した原因はその台本にあったってことね。話題性が欲しかったのかもしれないけれど、視聴者もドン引きする内容で作らなくても。今回は演出や放送作家に非がありそうだな。まあ、俳優相手でも力を加減しないあたり、長野もやりすぎなところはあるがな。最後の7人目は、森本武夫だ。1963年に NHK のアナウンサーとして入局してから、フリーアナウンサーとして現在も活躍している大ベテランだぜ。そんなベテランでも生放送でブチギレちゃうのね。何十年も前の若かりし頃の話だったり？いや、2021年11月1日と、つい最近なんだぞ。TBS ラジオの自身の番組、森本武郎スタンバイにての出来事だ。朝の情報番組で、30年以上続いているくらい人気なんだ。かなりの人気なのね。ということは、朝から大勢の人が聞いていたはず。そんな中でやらかしてしまったなんて。一体何が起きたの？その日の放送が始まって1時間ほどはいつも通りだったんだ。ちょうど MC が終わった時、聞こえねえんだよという森本と思われる男の怒鳴り声が聞こえたんだ。あらら、MC 中に何かトラブルでもあったのかしら。その後、アシスタントの女性アナウンサーがニュースを読み上げる間にも、聞こえないよと呆れた声が入っていたらしいぞ。突然のことでその女性アナウンサーもかなり困っている様子だったらしい。番組はそのまま CM に入ったんだ。ラジオはテレビと比べて、音声しか情報がないから、何が起きているのかわからないままね。聞いていた人たちとしては不安を感じたでしょうね。そうだな。そのまま CM が明けると、森本は何事もなかったように、いつも通りニュースを読んでいたんだぜ。でも、その後も怒号についての説明などはなかったんだ。だからネット上では、朝から何やってんだ。なんかわびたり理由説明したりするのかと思ったら何もなしだし、普段からあなんかな、と、森本の対応を非難する声が殺到していたな。機材のトラブルが起きたのかもしれないけれど、声が聞こえていた以上は何かしら説明が欲しいわよ。ネット上の声にもあるように、それが普段通りで、今回偶然音声が入っただけなのかもと疑ってしまうわね。大勢の人の前で、こんなにも怒りをあらわにできちゃう人って本当にいるのね。生放送は編集できないから、一般的にはミスをしないよう気を張りそうなもんだけどな。頭に血が昇って、周りが見えなくなっちゃうんだ。見ている側としては呆れちゃうわよね。プリンを食べられて怒ってたことなんて、もうどうでもよくなっちゃったわ。
あんなことで怒ってたのが恥ずかしくなってきた。そうか?それならよかったぜ、ほ。ん?なんだかマリサの様子が変な気もするけれど。そんなことないぜ。実は、今回解説した以外にもまだまだ芸能人のやらかした話はあるからな。面白そうね。今回の動画が人気だったら、他のやらかした話の解説もしましょうよ。そうだな、それまでに面白いネタを仕入れておくぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回はドッキリ番組でガチギレしてしまった芸能人を紹介するぜ。それは見応えがありそう。それじゃ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは昆虫大好きで有名な彼だぜ。この人は怖そうなイメージがあるわよ。よく吠えているイメージがあるもの。この企画は、普段ドッキリを仕掛けられたことがない人、からターゲットを選んでいったんだな。そして彼が選ばれてしまったんだぜ。怖いから私だったら絶対仕掛けたくないわね。本当だぜ。そんな彼が仕掛けられたドッキリは、ケーキ爆発ドッキリ、だ。メインであるケーキ爆発ドッキリまで、小さいドッキリを小出しにしたんだが、それには特に反応せず。だがケーキ爆発に対してはそんなに穏やかにいられなかったぜ。うぅ、聞くのが怖いわ。別室で仕掛け人であるお笑い芸人がボタンを押した瞬間、彼の目の前に置いてあったケーキが大爆発したんだ。そして彼の顔にケーキがべちゃ。最悪。顔だけならまだしも、体中クリームでベットベトになってしまったんだ。でもこういうケーキ爆発系ってドッキリの中でも定番でしょ。最後はクリームだらけの顔を拝んで終了。っていうイメージなんだけど。彼の場合はそうはいかなかったぜ。爆発した直後笑っていたから大丈夫かと思いきやガチなトーンで、いい加減にしろよ、と怒りをあらわにしたんだ。彼が怒った理由は、彼が身につけていたものが衣装ではなく私物だったからなんだな。私物?それがケーキでベッタベタってこと?最悪だわ。ああ、きっと中には高価なものも身につけているだろうから怒っても当然だぜ。これはネタバラシしても平和に終われないわよ。別室でこの光景を見ていたお笑いコンビも、これはヤバいとすぐさまプラカードを持って彼の元へと走ったんだ。そしてネタバラシをするが、彼の怒りは収まらず、着ていたジャケットを床に投げつけ、無言で二人を睨みつけたんだな。ひぃ、空気感最悪。そして芸人が持っていたプラカードを奪い、今にも殴りそうな勢いで詰め寄り、最終的には床に叩きつけたんだぜ。最後に笑顔を見せたが目は笑っていなかったから、内心がちぎれマックスだったろうな。私物を汚すのはダメよねー。後日お笑い芸人が謝り倒して許してもらえたとかなんとか。大人な対応を見せたわね。続いて紹介するのはドドン、彼だぜ。ちょっとごめんなさい、存じ上げないわ。え、霊夢知らないのか。この人は一体。知る人ぞ知る、お笑い芸人だぜ。ああ、そうなのね。無知で申し訳ないわ。そしてこの人もドッキリでブチ切れてしまったのね。ああ、彼に仕掛けたドッキリは、リアル喧嘩ドッキリ、だぜ。喧嘩ドッキリ?霊夢はとあるお笑いコンビの持ちネタ、喧嘩ネタ、を知っているか。知らないわ。詳しく教えてちょうだい。喧嘩ネタっていうのは、とあるお笑いコンビが突然喧嘩を始め、それをいろいろな人に喧嘩をやめさせるというネタなんだ。ほうほう、それで。そしてこのネタの見どころ、その喧嘩を止めた人に対して、みんなが思ってそうで言えない正論、を言うっていうものだぜ。まあ、悪口的なものを本人で言うやつだな。面白そうね。そしてこの喧嘩ネタを彼のマネージャーがやる、というドッキリ内容になっているぜ。これは面白そうじゃない。ここだけ聞くとな。でもターゲットである彼は、ちょっと癖が強いんだぜ。そうなの。ああ、彼は大物漫才師が率いる軍団に所属しているんだが、とにかくキレたら何をしでかすかわからないと言われているんだ。凶暴ってこと?そういうことだな。よくもまあそんな人にドッキリ仕掛けようなんて思うわね。マネージャーなら彼がどんだけ危ない人か、わかっているでしょうに。本当だぜ。じゃあドッキリの話に戻るぜ。先ほど言った通り、ターゲットの前で喧嘩を始める仕掛け人たち。そして仲介に入った彼に仕掛け人は、他人の話じゃなく、自分の話で笑いを取れよ、と言ったんだな。実際彼は他人の話で笑いを取っていたの。ああ。彼は先ほども出てきた、とある大御所漫才師を心からリスペクトしており、その人の話をよくしていたそうなんだ。尊敬していたのね。そしてこの悪口、絶妙にイラッとくる悪口ね。そうだろう。言われた彼もすぐに仕掛け人に、掴みかかったんだ。早く止めないと、取り返しがつかなくなるわよ。その後も仕掛け人の胸ぐらを掴み、挙句の果てには、ジョメスぞこの野郎、発言まで飛び出したぜ。だが彼が怒っていたのは、自分の話で笑いを取れ、と言われたことじゃなかったんだな。え、じゃあ一体何に怒っているの?仕掛け人が大御所漫才師を呼び捨てで呼んだからだ。
まずそのことについて切れたんだぜ。本当に尊敬しているのね。自分が言われたことより先に他人のことを口にするなんて、なんだか男らしいわ。尊敬しているっていうのが口だけじゃないなんて、かなり嬉しいものだと思うぜ。その後ネタバレをし、彼の怒りをなんとか沈めたんだ。とにかく大事にならなくてよかったわ。スタジオ勢も怖がって誰も笑ってなかったぜ。笑えないドッキリを放送する度胸がすごいわね。褒めてないわよ。続いて紹介するのは、スイーツ大好き芸能人で有名な彼だ。見た目はこわもてなのに、スイーツ大好きっていうギャップがあるのよねー。そうだな。そして彼が仕掛けられたドッキリも、スイーツ関係のものなんだ。ほう、一体どんなドッキリを仕掛けられたのかしら。名付けて、カバンから勝手にプリンがドサドサドッキリ、だ。ちなみにこれは私が勝手に命名したものだぜ。道理でセンスがないと思ったわ。プリンがドサドサ、どういうこと？カバンから永遠とプリンが湧き続けるってことなの？残念ながらそんな平和なものじゃないぜ。これは、もしも万引き犯にされたらどういう反応をするのか、というドッキリなんだ。ちょっと待って、っていうことはカバンからプリンがドサドサって。ああ、スタッフが勝手に彼のカバンに入れ、万引き犯に仕立て上げられるということだぜ。悪質、冤罪よ、そんなの。これは2017年7月6日に放送された、仰天ハプニング、という番組内のドッキリ企画だ。ロケバスに置いてあった彼のカバンにスタッフがプリンをいくつか仕込み、彼をスーパーに誘い出してドッキリスタート。この時点で私の心臓はハラハラドキドキよ。そしてスーパーを出た彼に勢いよく万引き G メンが近づいていったんだぜ。ちなみにこの万引き G メンは本物らしいぞ。そこで本物連れてくる必要ある？リアリティを追求したんだろう。万引き G メンは彼の背後から近づき声をかけたんだ。不審がる彼に万引き G メンは軽く自己紹介をし、そしてそのまま、商品バッグに入っているものありますよね。と続けたんだぜ。ひゃあ、恐ろしい。それで彼はどんな反応を？一瞬、何言ってんだ。って顔をしながらもすんなりカバンの中身を確認したんだな。そしてそのカバンから身に覚えのないプリン。これは焦るわよ。入れてないけど、実際カバンからプリンが出てきちゃってるんだもの。弁解しても信じてもらえるかどうか、私だったらかなり焦るわ。彼もそうだっただろうな。プリンに怯えながらも、万引きはしていないと否定したぜ。だがここで終わるわけもなく、仕掛け人は店の事務所へと彼を誘導したんだ。彼はおとなしくついてきた。ああ、拒否することはなかったぜ。でも、言葉の使い方間違えてはいけませんよ、と凄んではいたな。怖いわ。事務所に連れてこられ、万引き G メンと店のスタッフから万引き犯扱いされ、彼はブチギレ寸前だ。プリンを入れるのを見た、という万引き G メンには、その言葉覆さんでくださいよ、と再度プレッシャーをかけたんだぜ。もう胃が痛いわ、早くネタバラシして。残念ながらもう少しかかるぜ。そして次に登場したのが偽警察官だな。この偽警察官の一言に、今まで抑えていた彼の怒りが爆発してしまったんだ。一体なんて言ったの？甘いものが好きという彼に、だから取っちゃったんですか？と言ってしまったんだな。うわぁ、さようなら偽警察官。その言葉にプッチン来てしまった彼は、言葉には気をつけた方がいいっすよ、と怒りをあらわにしたんだ。そして仕掛け人の全員がビビり散らかしたところで、ネタバラシ。ドッキリだとしてもいい気分じゃないわよ。ああ、彼もドッキリだと分かってからすぐに笑顔になることはなかったぜ。ネタバラシの後、スタッフにもガンを飛ばしていたからな。でもまあ最後は苦笑ではあるが、笑顔を見せてくれたぜ。これは明らかにドッキリの内容が悪いわ。ああ、視聴者もそう思い、番組終了後には批判が殺到したらしいぞ。そりゃそうだ。最後に紹介するのはワンレンショーとボブでおなじみの彼だ。ラッセンが好きな彼ね。ああ、この人についてなら知っているわ。確か朝の情報番組だかで、俳優にガチギレて思いっきりビンタした人よね。ああ、そんなこともあったな。まああれは二人の仲がいいからこその演出だったなんて話もあるが。でもそれとは別だぜ。しかもそれはドッキリとは違うしな。今回で言うガチギレドッキリは、定番の、落とし穴ドッキリ、だぜ。よく見るやつ。その度定番で彼は怒っちゃったの。ああ、先輩芸人にもビビらず怒りをあらわにしたんだ。大人気バラエティ番組、トンネルズの皆さんのおかげでした、での名物企画、全オチオープン、にて彼はターゲット入りを果たしてしまうんだな。なんなの、その企画。まるでゴルフみたいだわ。これはある種の競技だぜ。スムーズに穴に落ちたか、落ちた後のリアクション、などを競うというものだ。なんだか面白そう。実際かなり面白かったぜ、私も好きな企画の一つだ。でも彼はそううまくはいかなかったのね。残念ながらな。車から降りた彼はスタッフの指示通り、落とし穴に近づいていくぜ。ドキドキ。
さあ落ちるぞ、と思いきや、彼は一度落とし穴をスルーしてしまうんだ。え？落とし穴が機能しなかったの？いや、単に少し落とし穴が胃のところを歩いてしまったんだぜ。なるほど。じゃあまた誘導しないと。ああ、スタッフが今度こそ穴に落ちるように誘導し、無事に落とし穴へインしたんだな。これだけ聞くと、面白い気がするけど。そうだよな。でもネタバラシをしに先輩芸人が彼の元へ駆け寄ると、彼は、と驚いた表情を見せたぜ。あら、怒ってなさそうじゃない。だがだんだんと眉間にシワを寄せ、先輩芸人相手に不機嫌な態度を隠すことなく、なんすか、これ、と突っかかったんだ。ええー、最初は良かったのに。ドッキリよ、ドッキリ。あまりに笑いを取りに行かない彼に先輩芸人が、怒っているの、と聞くとすかさず、ちょっと怒ってます、と言ったんだな。そして、舐められているな、とも発言しているんだ。これに先輩芸人もよっとしていたし、もう一人の先輩芸人に関してはドン引きしたような顔で彼を見ていたぜ。これはよっとするわ。落とし穴イコールドッキリとはならなかったのかしら。それともドッキリとわかっていながら、不機嫌な態度を隠していないってこと？実はこれには彼の勘違いがあるんだ。勘違い？ああ、どうやら彼は番組のドッキリではなく、先輩芸人二人がいたずらで彼を落とし穴に落としたと思っているんだ。え？どういうこと？この二人がプライベートで、ただただ彼をおもちゃにするために落としたと勘違いし、ガチ切れたんだな。ああ、単純にバカにされたのかと思ったのね。これはかなり厳しい勘違いね。その後大人気企画、全落ちオープン、だと気づきハッとしていたが、それでも彼はまだ先輩芸人に、なんなんすか、と、見てる方が気まずくなるような態度をとっていたぜ。そこで笑いに変えられていたら、まだ正気はあったわね。このドッキリ企画が原因で彼は干された、なんて噂もあるくらいだ。先輩芸人に突っかかったのも、かなり尖っているね。そうだな。でもこの反省を生かして、これからも活躍してくれることを祈るぜ。以上、ドッキリにガチギレした芸能人4選、を紹介したぜ。次の動画も絶対見てね。それじゃ、またゆっくりしに来てね。マリサなんで息止めてるのよ。顔真っ赤よ、大丈夫？ハーレイム、ダメかと思ったぜ。一体何をしているのよ。今、生放送中に起きたハプニング特集を見て真似をしていたぜ。危険な真似をするんじゃないわよ。ところでレイムは、笑っていいとも覚えているか？当たり前じゃない。タモリさん司会のお昼の人気生放送番組よ。やっぱりレイムも知ってたか。笑っていいともは1982年から31年半も続いた超長寿番組なんだぜ。31年半も。すごいわ。しかもよく生放送で続けていたわよね。あ、その通りだぜ。タモリさん自身も3ヶ月半で終わると思っていたそうだからな。長年やってた分、いろんな放送事故もあったんだぜ。どんな放送事故よ？笑えるようなものから怖いものまでいろいろだな。今日は霊夢に、笑っていいとも生放送に起きた放送事故を5つ教えてやるぜ。放送事故か。怖いけれどつい見たくなってしまうのよね。確かに怖いのもあるが、生放送番組だからこそ他の番組じゃ見られない放送事故が多いんだぜ。そんなこと言われたら余計に気になるじゃない。じゃあ順番に紹介していくぜ。まず最初に、霊夢には特技はあるか？もちろんよ。自慢の可愛い顔でファンを虜にすることよ。で、それと何か関係あるの？まあ、いいだろう。最初に紹介するのは、素人が特技披露中に失神だ。特技披露中に失神？一体何の特技を披露したのよ。素人コーナーで起きた事故だ。誰が早く顔が赤くなるかを競うグランプリをしていたら、参加者の一人が、一瞬で顔を真っ赤にできます、と言ったんだ。そして、クソー、と叫びながら力を入れていたらそのまま失神してしまったんだぜ。それは大事故よね。周りもびっくりしたんじゃないのかしら。まあそうだな。それじゃあ今から実際の映像を流すぜ。クソこの人、白目を向いて失神しているけれど、大丈夫だったのかしら。やっぱり霊夢も気になるよな。中居正広さんやタモリさんが、倒れたふりをしただけと話したが、出演者たちは動揺が隠せない様子になってたぜ。そりゃそうよ。目の前で人がいきなり失神したらびっくりするじゃない。この人、一瞬で顔赤くしようと頑張りすぎたのかも。まあ、早く赤くしようと頑張ったのはわかるけれど失神までしちゃったからな。出演者たちは逆に真っ青になってたぜ。このコーナーに人生をかけていたのかしら。あまりにも突然のことだから見ていた視聴者もびっくりしたんじゃない？心配になる放送事故だったな。息を長く止めて顔を赤くするのは、かなり危険な行為だぜ。失神した人は、この後どうなったのよ？
少ししたら起き上がったんだが本人もよく覚えてない様子だったぜ。そう、無事ならよかったわ。失神した素人さんが今どうしているかわからないけど、一体何がここまで彼を本気にしたのかしらね。次に紹介するのは子役やらせ発覚事故だ。素人の子供が自分の将来の夢を語るコーナーで起きたことだぜ。あら、素人じゃなく子役だとバレちゃったのかしらね。でもバラエティ番組ならやらせはよくあることじゃないの？出演する子供も緊張しちゃうわよね。まあバラエティと言っても生放送だったからな。生放送じゃなかったらうまくごまかせたんだろうと思うけれど。それもそうね。それでなんで子役だとバレてしまったのよ。自分の将来の夢を語りに来た子供が芸能事務所から来たと自己紹介で言ってしまったんだぜ。すると先に来ていた子供も同じところから来たと暴露しちゃったんだぜ。あらあら、自分で言っちゃったのね。スタジオにいた出演者たちはどうしていたのよ。もちろんフォローに必死の状態だ。子供も芸能事務所から来た話をし続けるからごまかしが効かなくなってしまったんだぜ。大変じゃないの。子供は泣き出したりしたんじゃないの。子供がどうなったか心配してると思うが、実際の映像を見てもらった方が早いと思うぜ。お名前どうぞ。キリンプラのタダーリスです。え、キリンプラ、キリンプラって何だ。あ、キリンプロってね、レッスンのこと。あ、キリンプロ。ママがね、アリスちゃんのママがね、リクのママとかアリスちゃんのママとかね、言っちゃダメって言ってるの。なんでお前が。ちょっと待てよ。言っちゃダメって言ってる。ちょっと待てよ。グループで来てんのかこれ。でもそんな言っちゃダメだ。言っちゃダメだってママが言ってるのに。キリンプロさんという子役の事務所でしょ。じゃあいいの、いいの。そこで仕込んだとスタッフが早い話。ね。これ仕込み、仕込みだと。いやいいじゃないですか。でもみんなの夢はそれぞれ本当だ。そう、関係ないですね。ね、楽にしてよ。吉本興業の藤井隆です。一緒だよ。いいんだよ。いいんだよ。今日はそれぞれ所属事務所を言ってください。明確にしていきましょう。いいですね、はい、事務所名をはっきり言って名乗りましょう。キリンプロ、キリンプロなんだ。そう、アリスちゃん、アリスちゃん、あ、キリンプロ、あ、キリンプロ、キリンプロ、キリンプロ言うな。キリンプロ、キリンプロ、キリンプロ、キリンプロ有名になりますね。キリンプロ有名になっちゃう。俺もキリンプロ買おうかな。遺跡も。好きな食べ物は何ですか。違います。ほのぼのじゃない。ほのぼのじゃない。違う。キリンプロ。バカ。キリンプロ。キリンプロ。バカ。天才的ですよ。面白い。天才的なまで入ってくるもんだって。アインシュタインが言う通り、アインシュタインが言う通り、お笑い、お笑いのタイミングに、あんなとこでキリンプロ出てこない。天才。だって僕たち2回言うともうウケないもんね。そうそうそう。だって今こっちでみんな一斉に作るよ。ね。すごいね。将来なりたいものは何ですか。なんだか思ってたのよりも微笑ましく終わってよかったわ。出演者のフォローが上手で安心して見れたわよ。まあ見ていた子供の親は顔面蒼白になったと思うぜ。結果的に面白い展開になってよかったな。この放送事故をきっかけに出演していた子供も有名になったからな。出演していた子供も悪気があったようには思えないし、これはこれで面白かったからバラエティとしては良かったんじゃないの。悪気がないとわかるからこそ面白くて笑っちゃうんだよな。藤井隆さんが吉本興業の藤井ですと子役をフォローして笑いを取りに行く姿もかっこよかったぜ。台本通り将来の夢を語るより印象に残ったし、芸能事務所キリンプロの名前も広まって結果的には良かったんじゃないかしら。そうだよな。作られたセリフで終わるよりはよっぽどいいし、最後には笑いもあって逆に楽しめたぜ。子役の子供や親は失敗したと思って焦ったかもしれないけれど、見ている側からすれば微笑ましい放送事故だったわ。次は出演者が、笑っていいともでのコーナーがきっかけで逮捕されてしまった放送事故だぜ。え、逮捕されちゃったの？放送中に何をしちゃったのよ。お笑いコンビ浅草キッドの水道橋博士がテレフォンショッキングに出演した時に起きた放送事故だぜ。水道橋博士といえばたけし軍団の一員よね。ああ、そうだぜ。テレフォンショッキングって人気コーナーだったわよね。そこで披露したことが逮捕になるってどういう意味？水道橋博士はお笑いのネタにしようと、
運転免許証を紛失したと嘘の申告を3回もして免許証を新たに取得していたんだぜ。なんで3回も ?3 回紛失して新たに免許を再取得するだけで笑いが取れると思ったの？まあ、それには理由があるんだな。水道橋博士は面白い鉄板ネタを作ろうと、免許を新たに更新するたびにアフロ姿やギブスをつけた重症患者になったり、ハゲ親父など変装して写真を撮ったんだぜ。なるほどね。受け狙いでやったわけね。当時、たけし軍団の中では、仮装が流行っていて、仮装した状態でも免許証の写真を撮れるのか疑問に思って決行したらしいぜ。そういう理由だったのね。確かに気になるわね。水道橋博士は仮装した状態で写真を3回撮った運転免許証を、テレフォンショッキング初出演の時に自慢げに見せたんだぜ。なるほど。水道橋博士はこれが違法とは知らずにやってしまったのね。視聴者に通報されてしまったの？それが、警察がテレフォンショッキングを見てたんだ。あ、警察も、いいともを見てる人はいるわよね。放送中は会場も大爆笑で、水道橋博士もまさか後日逮捕されるだなんて思ってもいなかっただろうな。逮捕されたと思うとゾッとするわね。でもどんな写真を公開したのかが気になるわ。問題になった運転免許証を見てもらえば会場が爆笑になったのもわかると思うぜ。確かに面白いわね。よく凝った仮装で写真を撮れたわね。でも、この放送がきっかけで警察が来たのよね。ああ、後日、水道橋博士の家に警察がガサ入れに来てそのまま連行されたみたいだぜ。この不祥事がきっかけで水道橋博士は、全レギュラー番組降板、CM 打ち切り、無期限の芸能活動休止、さらに連帯責任で相方の玉袋さんも芸能活動も休止だぜ。ひえー、大変な損害になってしまったのね。免許更新日まで待って撮影していれば特に問題はなかったんだぜ。浅草キッドはその後どうなったのかしら？師匠のビートたけしさんに救ってもらったおかげで数年後、見事復帰を果たしたぞ。それは良かったわね。しかし、師匠のたけしさんが独立した年に水道橋博士は体調を崩して再び休養しているんだ。そうなの、心配ね。早く元気になってもらいたいわ。次に紹介するのはスタジオアルタ直通の電話番号が生放送中に流れてしまった放送事故だぜ。あら、どうして電話番号が全国に流れてしまったのか気になるわ。これはテレフォンショッキングのゲストに来ていた耳萩原さんが翌日のゲスト宮尾進さんを紹介したことがきっかけで起きた放送事故なんだぜ。あら、どうして宮尾進さんが番組の電話番号を言ってしまったの？それは違うな。宮尾進さんは新幹線に乗車中だったんだ。乗車中ならスマホに電話をかけたのかしら？この放送事故が起きたのは昭和58年のことだぜ。それじゃあ携帯電話がない時代じゃないの。どうやって新幹線に電話をかけたのよ。気づいたか？当時は列車電話にかけて待機しているオペレーターに話したい人へ繋げてもらうシステムだったんだ。すごいわね。もしかして電話に出たオペレーターが電話番号を言ってしまったのかしら？その通りだ。電話に出た女性オペレーターがスタジオのマイクが入っている時に、電話番号を復唱してそれが放送されてしまったんだぜ。それは大変ね。いたずら電話がたくさんかかってきそう。本当に大変なことになったんだぜ。まあ見るといい。兄さん急いでますか？はい。あ、もしもし、はい、あれ新幹線ではそちらでよろしいですか？はい、そうです。あ、光のね、524号、はい、これ宮尾進さんって方が乗ってますんで、はい、で私はですね、宮尾進さんどちらの方ですか？東京の宮尾さん、おところとか会社名とか、論争党の方がいらっしゃると思う。ほら、テレビよく出た宮尾進賞って言うと、あの方です。芸能人の方です。私タモリと申します。はい、タモリと申します。今笑っていいともやっておりまして、ちょっとテレフォンショッキングでかけなきゃいけないので。そうですか。時間がなくて。じゃあお電話番号教えていただけます？はいはい、お電話番今本番中なのでなるべく急いで。はい、わかりました。350の1です。タモリさん番号がわからないようにマイクの音を消して、口の動きもわからないようにテーブルの下にまで潜っていたのに、オペレーターが復唱しちゃったのね。
ああ、タモリさんの努力も虚しく流れてしまったんだな。でも最後の一桁は悲鳴で書き消されたのに、どうして番号がわかったのよ。その通り、確かに最後の一桁はわからなかったんだが、いろんな番号で試したやつがいるんだ。それでいたずら電話がたくさんかかってきたんだぜ。タモリさんも焦っただろうね。そうだな。しかも電話番号が近かったお店にも大量のいたずら電話がかかってきたそうだ。それってすごく迷惑な話よね。間違っていたずら電話をかけられたお店はびっくりしたんじゃない？そうなんだ。この放送事故がきっかけで電報電話局からフジテレビは苦情の電話を入れられたんだぜ。あら、大変だったわね。でもタモリさんはあの場面でもキレて笑いを誘ってすごいわね。確かにな。普通だったら慌てて冷静に笑いを取るなんてできないぜ。ところで肝心の宮尾進さんとは電話で繋がったの？それがな、 CM が明けても繋がらなくて、別の日替わりコーナーを放送した後にようやく繋がったらしい。よかったわ、宮尾進さんと繋がって。もしこれで繋がっていなかったらどうなっていたのかしら。まさかこんな事態になっているとは宮尾進さんも思っていなかっただろうな。こんな放送事故は現在では見られないわね。最後に紹介するのはテレフォンショッキング直前に起きた放送事故だぜ。え、直前ってどういうことなの？一体何が起きたの？タモリさんが一人で椅子に座って話している時に乱入してきた素人が隣に座ってきたんだぜ。それすごく怖いじゃないの。タモリさんも驚いていたんじゃないの？タモリさんは素人が横に座っても冷静に喋りたいのか？と聞いたんだぜ。乱入者も怖いけれど、ずっと冷静でいられるタモリさんも逆に怖いわね。確かにそうだな。見ていた観客の方が怖がって悲鳴を上げていたからな。動揺するのが当たり前よ。何か事件が起きそうだと思うじゃない？怖がるのは無理ないぜ。緊迫した様子は実際に見てもらった方が伝わると思う。よくもそれだけ明るくもんだと思いますけど。実ん？喋ったことある？あれ？ん？何喋るの？怖すぎる。乱入してきた男性は何の目的で入ってきたのよ？どうやら、芥川賞の選考結果について視聴者に意見を述べるために乱入したそうだぜ。この時代は誰でもスタジオに入れたのかしら？そうみたいだな。この乱入事件がきっかけで警備が厳しくなったようだぜ。思ってた以上に怖い放送事故ね。観客も、やだーとか言ってるじゃない。乱入者が去った後タモリさんは、珍しい事故もあるもんだ。生番組って面白いなぁ、と言ったそうだぜ。タモリさんの度胸はすごいわね。ちなみにタモリさんは乱入者を最初は音声の人だと思ってたそうだぜ。そうなのね。とにかく何事もなくてよかったわ。なんだかトラウマになってしまいそうな放送事故よね。さて、笑っていいとも生放送中に起きた放送事故を紹介してきたわけだが、霊夢どうだった？微笑ましいものもあったけれど、生放送ならではの怖い放送事故が多かったわ。今回紹介したのは、ほんの一部で、まだまだいろんな放送事故がいっぱいあるんだぜ。この状態で31年間生放送をやり続けたのは改めてすごいと思ったわ。そうだな。今では見られない放送事故が多かったからな。ネット映像で見るのも面白かったけれど、生で見てた人はもっとヒヤヒヤしていたはずよね。ああ、最後に紹介した、素人乱入事件は特に印象に残っている人が多いだろうな。思い出すと怖いけれど気になって何回も見てしまいそうだわ。それじゃあ今回はここまでだ。いいね、チャンネル登録をしてくれると喜ぶぜ。ここまで見てくれてありがとうございました。